何何かあったやろ。何かあるっつうか、うん、紙タバコ嫌いな人もいるじゃん、うん、紙タバコ嫌いな人もいるし、うさこが来るから席もひどいから、お誕生日ありがとう、ふーちゃんありがとうね、ありがとう、ね、そう、ほんまなんそれ、あ、言われてるんか、私こんにちは、アイコスにした時違うよ、違う、うん、ちょっと紙タバコ禁止で今から、あんだけバカすかバカすかね、紙タバコ吸ってた人、うん、吸ってた人がね、いきなりアイコスに変えるって。たかしさ、ミータソちゃん、俺が連絡しても何も話せないっていうの、うん、そんなことないから何かあるよ、うん、おかしいもん、ミータソちゃんが電話で話そうって言っても拒否ってくるから、うん、たかし絶対なんかあるでしょ。いや絶対ないよ、絶対ない。やってんだろ、やってるんだよ、やってんだろ、会ったことないもん。まず今のうち言っといた方がいいぞ、ミートスが暴露するからな。いや絶対嘘ない、なあ、売名で、うん、あるよ、もうやめろ、たかし別に嘘ついて暴露もあるから、うまい、もう争いたくない、言っといた方がいいよ、やったんだろ、やったぞ。じゃあ聞かしたの俺さ、LINE の内容さ、配信に公開したけど、そんな合ってるような内容が一個もなかったよね、うん、キスもないよ。でも、うん、ユアさんは妊娠してるんだから、うん、不安を与えちゃダメでしょ。いや、不安を与えたかねえだろ、ここで言うたかんぞ。余計不安を。胸が、胸がやってるから言ってんで。胸がいっぱい。配信やんないの、ユアさん。アカウント消したり。でもやらんすよ、多分。やんないでしょ。もう一つ待っていいかも、うん。もうやらんすよ。ご飯見ちゃうよ、もう。これ、ミツちゃんにもらったの。配信やめて働けよ、お前。ん子供とか大事じゃないの、言わんの。配信やめたら。配信やめたら僕、働かないですよ。うん。稼ぎがないじゃん、ね。ね、友達ありがとう。責任が あって、働けないってのはおかしい。だったら下ろせよ。うん、どうでしょ、だって下ろしたらいいじゃん。下ろさないですよ。だったら働けばいいじゃん。違う？いや、配信って仕事だから。そう、いやいや、だから配信仕事でもそうやって、うん、奥さんを不安にさせるじゃん。あ、不安にさせるってこと。配信やってたら浮気とかまたそういうになるでしょ。いや、ならないんだよね、うん、いや、なってんじゃん。何そう、なってんじゃん。ああ、でも会ってないもんね。会ってない、会ってない、絶対に、うん、あれ誰が配信以外にも仕事できんじゃんだって、うん、配信以外にも仕事なんてたくさんあるよ。いやー、多分配信子供と俺たち無理よ、ね、配信外は。だったら、うん、結婚とかゼロワンはそうじゃん、子供を下ろすじゃん。それで正解なの。だって無理じゃん。それで産むって選択肢を選ぶんだから配信やめない。てか、よっさんここまでさ言うけどさ、うん、そういう経験あるんすか。経験とか経験したら俺だってやめる、ね、経験ないのに、ね、やめれないと思うよ。だってそしたら下ろすの、うん、そしたら下ろすの。だって責任が、そんなことないよ。いや、ありますよ。案外惚れた女だったらね。いや、なかなか難しいと思うよ。だって3年後絶対離婚してるもん、間違いない。ちなみに僕は認知してましたからね。あ、ちなみに僕も普通に産んでたと思う。古さんの子供とかさ、古さんの子供は、まゆさんの子供だか、まゆさんは妊娠させたことないだ、うん、それを下ろすから、いや、ゼロワンは正解だな。だから俺たちクズみたいなやつは責任を持っちゃダメなの。だったら責任を持つんだったら配信やめて働きゃいいじゃん。いや、配信は無理よな。だから配信なんて人にもその家族とかも全部迷惑かけるんだから、独り身がやるもんなんだよ。あ、だから下ろせばよかったんだよ、ユアのこと。ちょっと蚊が入る、蚊が閉めて、そこずっと開いてるよ、うん、誰開けたの、うん、いや、今ちょっと出てきた。誰が？マリオさん。ああ、もうマリオちゃんと閉めて。でも予算ね、あえて言うけど、まあ、なんか結婚とか家族作るんだったら配信やめた方がいいんじゃない。じゃあ何、今家族いる人はもうダメってこと？中ちゃんは、中ちゃん元からだからいいの。じゃあ中ちゃんはいいの。中ちゃんはいいの。ひいきしすぎだろ、働けよ。中ちゃんで、中ちゃんだって浮気しない。中山も働けよ。いや、浮気しまくってる前科あるよ、あの人。中ちゃんって浮気しまくってるでしょ。
タカちゃんバンバンやねん。バンバンでしょ、うん、バンバン、うん、だからファミリーにだけちょっと優しすぎる忖度があるんじゃない。なんか養分もそうだしね、うんうん、忖度はダメっすよ。まあでも俺は基本やっぱ、うんまあ、基本はね、まあ、彼女も正直いらなくない。彼女を作ろうとしてるじゃん。できないだけじゃん。俺はいらないよ。いらないよじゃない。強がらんといいっすよ。いろんな人に口説いてるじゃん。彼女がいらんよ。いろんな人を付き合おうって口説いてる。だって俺だってもういろんな女と付き合ってたよ。いろんな、だけど配信の足かせにしかならないから、いらないよ。そんなことないじゃないですか。ゆわちゃんみたいな、なんかあのバズった人誰だった、あのすごいバズって金梅さんとキスした女誰だっけ、あれ。あの時違う、エマちゃんの前、ノアちゃんだ。ノアちゃんの時すごい配信も順調だったじゃん、バズって。そうだった、うん、やっぱ女もネタになりますよ。ノアちゃんの時よかったよね。ネタで付き合っちゃダメでしょ、真剣に付き合わない、うん、でもね、自分もしてたから、たかしにだけ冷たいんじゃないかな。たかしにだけ厳しいんじゃないかな。こいつはクズだよ。まあ、クズはクズだよ、たかし。だって閲覧90しかないんだもん。いや、そんなんよ、絶対。予算190やん。ねえ。閲覧90しかねえじゃん、190。一人でやったら。忘れもせへんわ。予算、自分は高い時の閲覧を言うけど、人には低い時の閲覧を言うとかあるし、予算。予算でゲームは入る。でもさ、大体でもさ、どんなに落ちても、じゃあ、ゼロワンもさ、閲覧なくて、パルパルもなくて、機長もなくて、政治もなくて、大体3桁いくじゃん。こいつ2桁だからね。だからこいつ2桁じゃあ、いくやんか。90はない配信開始だってなるよ。いや配信開始だけど俺見たもん、30分とか1時間ぐらいで90だったもん。そりゃないでしょ、2桁になる。どんなに落ちてもならないよね、どんなに落ちたの。2桁にはこいつはなるんだよなあ、2桁ストレート2桁。お前は2桁しかいけないんだよ、ね、90も190も大して変わらんすよ。変わるわ、100人お前3桁の2桁じゃ2桁なんですよ。だってさ、そこら辺のザコが、ザコでも行くんだよ、2桁なんて。そこら辺のザコ。売名さえザコでも行くんだよ、2桁なんて。3桁の壁は厚いじゃん。お前は2桁なんだよ。それを分かってないんだよ、お前。大事変わらんぞ。変わるわ、3桁。お前はアベレージ2桁90人だもん。アベレージ90しかねえんだよ。俺は低すぎ。お前よ、低すぎんだろ。3桁行けよ。ここにいる誰もが3桁はキープできるわ。お前だけだよ、90人は。まあ、リタイア。どんだけ自分がねえんだよ。どんだけお前自分がないんだよ、配信者として。そりゃ毎日な、コラボとかよ、事件マスとかそんな配信ばっかやってるから、90だよ。こうやって言われるまでまず来なきゃいけないんだよ。ああ、そういうこと、うん、これ言われるっていうのは。だって、リタさんだってな、初めて何回ってだって。はい、今、3ヶ月目ぐらい。だって、正直言っていい、うんうん、お前、リタに負けるよ。いやいやいや、だってリタと被ったら多分負けるよ。だリタさん100とかやる。リタさんとか。じゃあ俺今日からリタさんいますよ。いやこんなのね、90しかないんだから。いやこんなね、ゴミみたいな。何してください、本当に。だから予算にディスられるようになって一人前だから。しつこいわもう。ふわちゃんいいからね。俺の配信張り付いてる。高瀬もそんだけ人気になったんだよ。ネタになんだもん。いつもネタでしてるからね、うん、え、天然ストレートだなってやってるもん、ね、それで閲覧とついたのか、実は取れねえよ、お前よが、ね、で、だから、バカモタやがネタにしてるだけなんだよ、うん、じゃあ面白いからね、ほら俺好き、認めてる、好きなんだって、うん、俺好きなんだよ、うん、ツンデレかよ、一番この中で見てる会社。あ、ビルんだ、うん、確かにね、閲覧でやっぱモチベーションって変わるからね。変わるな、ね、うん、なんだろう、90になった時どんな気持ちだったんだお前は。90の時90の配信許可のことだもん。わかる。90やな時どこ行ったの。そうなるよね、確かに、ね、2桁になった時、ね、でもね、一番モチベーション変わらないの機長さんだね。だから強いよ、うん、機長さん別にあんま気にしてないもん。機長どこ行った。機長あんま気にしてないんだよ。強いよ、表情変わんないよね。表情変わんない、別に顔。あ、そうなんだ、うん、機長競馬うまいよ、100万当てたりね。なんかめっちゃ万馬券取り負けてない。この前天然と家で当たると取ってた。え、100万そう。取ってたよね。天然の家で競馬やったと。配信対ガス。あれでね。すごいな。じゃ今後予算伸びる配信者誰ですか。伸びる。最近新しい人がねいっぱいいるけど、目に光る人います。
やでもデコルテ姉さんはやっと伸びてきて、はい、確かに俺昔からコラボ誘ってたけど、うん、全然古いもんねデコルテ姉さん。確かに確かに、なんか休止してたなんか彼氏がなんか、うん、あ1回目じゃな、うん、でもやっぱカエちゃんでしょ火薬が一番。あでも火薬もすごいすごい伸びてるよ、うん、火薬がだ今日も展開作るじゃん、うん、なんかうまいよね。あうまい、うまい。あ今日もやっぱ帰るとか言ってさ、リスナーが帰れ帰れっつってさ、うん、あれはわざとで、わざとですか、あれガチの人は火薬は。あいや火薬さんは結構わざとやってるよあれ展開。わざと分かんないんだよな、そこが面白いんじゃない。あ分かんないやってるかもしれないし、やってないかもしれないネタか本当か分かんないとこだ。分からないんだよ。あいや本物だと思うよ。うん、これはね本物だと思う。カヤクさん、うん、あガチの人伊藤だと思う。そう、うん、だから昔そうだったよ。えファルもあんな感じだって昔飛んだって。あだからアンチ気にしてないよね、そこら辺が強いよね、うん、やっぱりファルもそんな感じの時期あったよ昔ね。昔はねそういうやつね、うん、昔やっぱね似てるファルも、もう昔ファルはそんな感じだったもん、うん、じゃみんな丸くなったよね。丸くガチガチにカードしてる。うん、予算も丸くなった方がいいですよ。いつまでもとんがってない。丸くなってる。え？丸くなってる。丸くなってる。ココス言ってるじゃないですか。いつも言ってるじゃん。ココスだって。一番丸くならなきゃいけない人がまだとんがってるじゃん。昨日も切れてたし。うん。一人でやれよって。うん。予算なんか一週間ぐらいいたらいいじゃないですか。ここに、うん、いや勘弁してよ。なんでですか。さすがにちょっと厳しいわ。そ、うん、したらいいなと思うかもよ。いやなれ合いも無職なんだからいいなよ、うん、無理だわそれは。なれ合いもいいなと思うかもしれないですよ。どうせ書いてもすることないからな。うん、しゃべ暇でしょ。俺だってあのネットフリックスとかね見るんで一緒に見ましょう。 ありますよ、ここ、この大画面でアニメ、うん、アマプラもありますから。あのあれじゃん、あの呪術廻戦の映画始まりましたよ。ゼロね。うん、見ないとあれ見れますよ、ネットフリックスで。あ、天の川、あれなんすよ。あ、相撲のドラマ、おすすめだけだよね。奥ちゃんもありがとう。あれ面白い。うん、あれも面白いよ。サンクチュアリ。サンクチュアリだ。はい、うん。あれも俺も見たい。よさん、こっちおいでよ。こっち。いや、うん、いいよ、俺。こっち来てよ、よさん。せっかくだし、こっち来てよ。よちよちしよ。寂しいじゃん、俺。よちよち見たいよ俺。予算ここ座ってくれたら一番いいやって。花がある。予算も動かなくていいやん。こっち来てよ。よちよちして。ここでいいよ俺。へえ。珍しい。配信タイガーズ向こう行ってるしね。裏会議。でもワンライブ入れない。4人でやってる。まあ。最強じゃない火薬とね、パルパルと。ね。でも団結力はやっぱ配信タイガーズもやっぱあるね。バラバラよ。みんなバラバラだし自己中だから、うちはまとまらないよねあんまり。一緒にやってこうじゃないから。急にいなくなってる、うん、ここにやろうぜっていう集団だから。いやさ、ヨッサンファミリーのね、うん、パルパルが志賀さんが来れないんだって。そう、俺行けないよ、富士山登るから。だからゼロワン来てよ、うん、いいんですか、うん、オーディション行かせてもらって。オーディション来て。へえー、それは光栄ですね。みどりさんに会えるんですか。みどりさん呼んでない。パルパル来てくれるから呼んでない。呼んでくださいよ、うん、みどりさんね、会いたかったけど。聞いてみる、ちょっと会いで、うん、7日会います。オーディション、ヨッサンファミリーと、ヨッサン、中ちゃん、中ちゃん審査員。いや、わからん。ロビンソンさん、でもロビンソンさんなんか審査員やりたい。審査員やりたい、あと野田さんと、集まるんすか。知らない、集まんないかもしれない。審査員ばっか集まってだから、本当に、来ないんで。わかんない、誰が来るかわかんないんです。でも天然さん前来てたから天然さん来るんじゃないっす。で確定してんのは不可思議もだけだ。バル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 が確定してない。あとわかんない、誰と。で、パルは俺がヨッサンファミリーに入るのは問題ない。いやもう修行みたいな感じで入りたいってこと。ちょっと入りたい。いや、それはダメでしょ。これダメなのかな。いいよいいよいい。これ、ハッピー入りたいけどね。
ゼロワンあれでしょ、マユは来ちゃダメだ。誰絶縁してんのマユ今、うん、お互いブロックして、絡んでもいいのダメなの。から誰が絡むんですか。え、なんかマユが LINE が来て、はい、7月7日、はい、お茶組で行きたいですって来てるけど、はい、ゼロワン君だって呼びないで断るし。いや別にいいですよ、それ。いい、仕事は別にそこは市場は挟まない、市場は挟まない。そうなの、さすがプロフェッショナル、うん、そんなのは関係ないです。マユが来ても関係ない。うん、でも、あられちゃんも来る。でも僕がね、審査員やってよう来るなとは思うけどね、うん、あー、まあそうか、ゼロワンも来るけどピーってじゃ聞くかね、うん、それはちょっと思うけど、別に俺は挟まないけどね、うん、はい、こうやってね、パソコン見てハートマークの前の、ね、どっちが先なの？どっちが先なんですか？前のが先？誰が？あの、あ、誘ったの？うん、あ、ま、マユが来たいって言うの。俺はマユに誘ってない。うん、じゃあマユちゃん優先してもいいっすよ。全然。いやでも審査員がパルバー来れないんじゃ。うん。マリオ来てくれるんだって。マリオ。いやって火薬無理じゃん。マリオしかいないやん、審査員。いやそこはもうね、予算決めることだから。僕はね、呼んでもらったら光栄だし、僕は何行く側でもいいかなっていう。暑いからね、よっさんファミリーも、うん、よっさんちょっとこっち来てよ、みんな向こう行っちゃったからもう疲れちゃってるね、みんな。いや、こっち来てよ、よっさん、これいいよ、あんま絡めないんだから、今日ぐらい来てよ、もうみんな逃げてったから来てよ、よっさん。リタ誘導して。あ、任せてください。リタさん言って。あ、僕ダメです。なんで？リタさん、ワンライブなんで入れないの？いや、僕本当あれ。めっちゃ尽くしてる。いやいや。まだ早いね。まだ早いの？早いです。みんな、みんな。やっぱり、閲覧ちょっと300ぐらい取れるようになってから。おー。お願いしたいです。でもなんか言ったら200ぐらい。いや、本当いないです、今。ダメなんですよ。はい。あ、これ入れましょうか。誘導して。これでいい。はい。うん。新野球やばいよ。なんで？わかる。それしきちゃんちいるでしょ。要するにしきちゃんがすごいんですよ今 TikTok で。6000人とか常時閲覧。でも TikTok ってそんなあれなのかな。しきちゃんがすごいでしょみんな。TikTok。うん。ああくどちゃんにありがとうございます。くどちゃんお留守番してますね。あ、ゼロは俺言わない。なんで？メタル社長。いや、ありがとうございますって言いましたよ。あ、言った？言ってたよね今。言ってた。言ってなかった今。言ってなかったよね。すいませんメタル社長、ありがとうございます。パル眠くないのかな？あ、クドちゃんに、あ、ありがとうございます。すいません、それは飛ばしました。あ、本当。それ気づいてない。気づいてない。うん。なんか嫌いなのか、社長。うん、はい、来てよ。何これ、一人ぼっちで。一人ぼっちなんだけど。疲れるんかな、やっぱ配信ね。火薬も帰って。じゃあ、なんでみんな帰っちゃったんだろう。いや、それはまあ人も多いし気遣って帰ってた。やっぱそういう空気もあるんじゃない。だってこっちの部屋全然座れるじゃん、うん、やっぱ疲れるんちゃう。予算、うん、にディスられるのが嫌なのか分からないけど。いや来て早く。いや、だからモンジョリとかなんで来ないの。知らないよ、ほんまに。モンジョリとかなんで来ないんだよ。呼んでないからでしょ。呼んでなくても来るよ。俺は呼んでないでも来たよ。うん、だからそれぐらいの関係性ってことよ結局は。うん、ね、そういうことでしょ。うん、関係が深ければ来るよね。うん、ゼロワン次の日後半出るんです。何出るの。俺いや、ちょっとイベント今月ちょっとまだ考えてないです。あ、そうなんだ。先月すごかったからね。うん、あ、じゃあやらない。3回出て総合一緒になったら嫌だから。後半でよっさんにかぶせようじゃ。
勘弁してよ、やめて。ヨシさんに勘弁してください。そしたら半分ぐらいの力で勝てるから、ね、勘弁して、無理させずに勝てるから、ヨシさんと同じやつ出ようかな。やめて、それはヨシさんと同じやつ。俺はね、ビニールプールに欲しいからね、出ようと思う。ビニールプールでしょ、そんなプールもなく。うわぁ、ファンタスティック。あー、シャーちゃんありがとうございます。来ないわな、シャーちゃんはな。ありがとうね、女の子。俺が推してる子。この前のことは好きなのに、なんでさ、来ないんだろうね。いや、好きじゃないよ、ね。え、だとファンタスティックに投げるの。いや、ファンタぐらい。配信者として好きと。いやー、ファンタぐらい投げれるでしょ、みんな。いや、投げれないよ。だってプラチナだよ。投げれないよ、ファンタなんて。プラチナだよ。あ、だってゴルプラでマリオ60万でしょ。あ、こさっき投げた人プラチナなの。プラチナの人ですよ、リスナーもらった金をゼロワンにあげてるんだね。いやらしいこと言うよ。だってそうじゃん。いやらしい。そう、ね、人付き合い、配信者の付き合いみたいなもん。カゴイのね、金をゼロワンに使ってるって。うわ、ケーキファン。おー、これだ社長、ね、ファンマンだ、これ。いやもう 5年ぐらい、4年お世話になってる社長さん。やばい、これ3万6000円だよ。社長さん、お世話になってる人。やばい、あれなんす、ケーキファンって社長、あれなんす。リター運んで。いいんですか。うん、で、グラス持ってきちゃえばいいよ、こっちに。そうです。グラスを。いいですか。うん、うん、ありがとうよっさん。シチューをちょっと。あ、あったかいします。うさこは来ん、何？うさこは来んの？来るんじゃないですか？来るのかよ、コメントしてたでしょ。多分来るんだったらエマと親も来ると思う。うん、3人で来るんじゃない。いや、わかる、多分来ると思う。配信外できたかった可能性あるね。だから延長しちゃったから配信終わるの待ってる可能性もあるね。もしかしたら。いや、そう、うん、その可能性あるでしょ。そんな結構仲いい。仲いいっすよ。うん、普通好きだし、うさこ。そうやって言ってるしね、ずっと言ってるしね、俺昔から。いくら使ったの、三井だよ。100万ぐらい。三井じゃないです。いや、100万は三井でしょ。100万は三井じゃないですよ。やめてください。あ、メタ社長ありがとう、ありがとう。あ、メタ屋さんありがとう。メタ屋さんめっちゃ投げて、俺最近くれるんですよ。だから結構よっさんがいて、ありがとう。よっさんがいてね、怖い可能性もあるんじゃない。ちょっとわかんないけど、パルちゃんちょっと音楽かけて、なんかぽいやつ、うん、てかさ、あのスパークってあれなの、あのスポンサーでやるの。ゼロワンの金でやると思ったんだけど。はい、スポンサーの金でやるの。いや、まあスポンサーのお金ももちろん大きいです。全部だってやればいいじゃん、金こもってんだから。だからもういいじゃないですか、ね、なんで自分の金でやんないの。いやいやいや、経費で落ちるのになんでやらないの。どこで経費使うのよ、だってそれやんないんだって。いや、他にもいっぱい経費あるんでね。何があるの。いや、もちろん自分のお金でもありますよ、もちろん。だからスパークは全部では、だから後楽園ホールとかでやった方が良かったんだよ、うん、そんなスポンサーやったり。 またそう話、野口ボクシングジムとかの。もうまた始まるわなあ。もう聞いたよ。あんなこ、森がとこでやるなよ。いつもそれや。だからやめてっていうか、だってさ、ゼロワンこれあんじゃん、だって何回聞いたこの話、うん、なんで野口ボクシングジムなんだよ。いろいろあるの、それも。原田さんとの兼ね合いもあるんで、スポンサーさんもちょっと音信不通なんですよね、うん、そうだから最初から一人でやった方が良かったじゃん、うん、そのスポンサー逃げられてさ。逃げたか分かんないですけどね。逃げられてはないけどね。信じてますけど、逃げられてるわけじゃないの。すごくいいですか。見たしがあります。ちょっとです、ね、だから俺は、はい、ゼロワンはこれ持ってるんだから、もっとでかいことができる。いや、もっとでかいことしてきますよ。正直だってさ、経費でどれぐらいやんだろうね、日本武道館とか。そんな、いやだって1000万とは絶対行かないでしょ。行くのかな、こんな使い形規模でね、うん、
だってそれがいけるでしょ、だって。いや、いける、いきなりダイブできないよね、うん、足から行かないと。だからいきなり怖いから、徐々に試しながらやっていかないと。いやー、でも、いけると思うけどな。後楽園ホールでも全然いけると思うけどね。後楽園で、後楽園ホール、多分そんなしないんじゃないのかな。今度、政治となんかやるよ。1000万ぐらいかけてね、せいちゃん、うん、500万ずつぐらいかけて。いいよ。おお、私一人は心細い、怖いよ、やっぱ失敗したくないから。いや、それぐらい。いや、別に失敗してもじゃ経費で泣かないんだよ。今回いい経験になるから、いい経験にはなるからね。合同したらいいじゃん、配信対応予算ファミリーで、うん、3人で。だから合同対決の企画もやりたいよね。売り上げとか。そう、予算ファミリー金ないからね、うん、君たちが金出さない。予算ファミリー金ない。あるでしょ、予算。いや、ないよ。俺競馬やめたらいい。先月92万だよ、うん、競馬やめたらいいじゃん。まあね、競馬やめたらまあ残るけど。そうですね。でも競馬はやっぱ俺の生命線だ。生命線で、先週もイライラしてたね、やっぱね、こっちと被っててね、会社と、ね、イライラしててやめようかな、飛んだもんね、やめようかなとか。うん、もうなかなか見れないね、このメンツは。うん、豪華だわ。麻雀大会も開いてね、よっさん。いや、もう開けよね、金なくて。あ、そこまで行ってます。いくらぐらいかかるの？スポンサーになったよ、政治参加。10万ぐらいかかるんです、あれ。いや、40万ぐらい。40万もするの？まあ、そのギャラとか全部、その場所代と、あと商品とか。映像は10万ぐらい？映像15万ぐらい。15万ぐらい。マージャンとかギャラ出てたんですか？ギャラは、だから、あの、手伝ってる人なんじゃない。ああ、そうか。あの、点数計算係とか、あの、手伝い。あれ、参加したらギャラ出るんですよ。出ない出ない。あ、出ないんだ。何にそんなギャラかかるんだろう、ね、お手伝いとか。だからギャラが8万ぐらい、うん、8万ぐらい。あの、解説の人と手伝いの人と点数計算、うん、場所代は、場所代15万。場所代15万をするんだ、うん、それ高いわな。で、あと商品、そのアマゾンギフト券とか、まあ、商品がまあ10万ぐらい。40万ぐらいかかるんだ。40万ぐらいかかるんだ。へえ。俺もね、昔みたいに200万とか稼いで、250万とか稼げたら麻雀大会できるんだよ。だけどもう100万もいかないからね、最近、うん、じゃあ僕麻雀覚えようと思ってるから、スポンサーなりますよ。5万円ぐらい。5万出してる。5万円ぐらいね。うん、あれなら。来ないね。終わったら来たりしてね。いや、誰も来ないよ。来るんじゃないの？ちょっと電話してみる。うん。電話するか。で、たくまは何？トキシズが来ない、みんな。来ないでしょ、ここまで来たら。うん。ゼロワンのこと好きとか言ってなかった？誰が？トキシズ。いや、最近もうそういうのないんで。あ、そう。今のバレバレさん。あ、バレバレさんが好きだね。だから、タクマ向かってる。じゃあ、まあ、待つか。うん、とりあえず、うん、うさこは多分エマちゃんと来てて、いや、来てないと思う。エマちゃんが会いたくないとか。来てないと思うよ。ちょっともう、よっさん元カノじゃん。うん、うさこ早く来て。いや、違う違う違う、絶対来ないって。じゃあなんか言ってるだけだって。コメントであんな嘘なんか言わないでしょ。言うよ。もう早くして。来たらディスるんでしょ。いや、ディスらないでしょ。本当黙ってる。黙ってる。黙ってる。できる。いや、できない。できちゃう。こっちの部屋にいる。じゃあ、俺こっちの部屋にすぐ移動する。移動する。移動する、もちろん。うんうん、新しいな。さあ、もっと頼む。暑いだけ。連絡してみて。うん、電話するか。俺、まーちゃんに LINE しようかね。俺が連絡するからいいよ。やめた方がいいよ、それは。なんでワンチャン狙ってる。いや、狙ってないよ、別にもう。連絡取ろうとして、この君。俺的には、スネオさんが来て、まあね、喧嘩見たくない。展開的にね。収益欲入ってるから。そう、でも時間ない。何ディスったの、スネオさん。いや、ディスってないね。なんでだって、めっちゃ激怒してたよ。いや、養分に、なんか養分から聞いたんだよ。なんかうさこに俺が一方的に貢いで相手にされないっていうことを、うん、スネ夫が言ってたけど、お前そうなのって養分が言ってきたから、うん、俺スネ夫に DM して、なんでそんな嘘を広めるのって言ったら、うん、スネ夫はいや、そんなこと言ってないって言うんだよ、うん、
ね、俺は養分そのこと言ってない、でも養分と付き合い長いから養分知ってる、養分が嘘ついたってことじゃ、だからそう話になるでしょ、うん、でも養分がそんな嘘つくわけないじゃん、うん、でも向こうからして誰かが嘘ついてるんだよこれ、うん、だから瀬直さん怒ってんだよ、だから本当に言ったのかどうかってことよ、でもそんなどうでもいいけど嘘を広めないでほしいだけよ、瀬野さん呼んでもいいよ、何なんで呼ぼうとしてる、いやだってだって、でだって見てるな、ツイッターでゼロワンの家が分かんないから誰か教えてくださいって言ったから俺が LINE で調べたら分かるやん、あそう分かる、だから俺だって調べたら怖かった、うん、そういうなんか噂広げられてるから A 版だからね、映れないからね、あそっか、うん、あ、瀬野さん A 版なの、 A 版、まあ、じゃあツイキャスで、あ、そっか、じゃあ、ラベか電話してみるわ、うん、え、誰、瀬野さんに、うさこだよ楽しそうだね、いや、ちょっと、いや、俺はな、ちょっと向こう行って来たわ、絶対来ないって、実際、アキコママとかも来てるし、コメントして来ないわけないじゃん、ただ、何、うさこアキコママの店来たの、うん、え、ゼロワンがいたからん、え、うさこを呼んだんだよ、一日選手、あ、一日選手来たんだ、うん、で、スパークも出てくれるでしょ、だから仲いい、あ、なんか歌ってくれるんでしょ、そうそうそう、あ、歌うんだ、うん、電話出ないね、会いたくないんじゃない、でも俺ね、うさこのすっぴんを唯一見たら、だからその話やめてやん、ね、あんま、あの、ね、例えばセックスとかはっていうか、すっぴんを見ることになるじゃん、何を言ってるんだよ、あの、あんま変わ、あの、正直すっぴんは、うん、かわいい、期待しちゃダメだよ、いや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 、いい、俺はマリちゃん見たことあるから、あの、アイコスのやつ、マリちゃん貸してマリオって呼ばないんだ、マリちゃんって呼ぶんだ、うん、マリちゃん、パルちゃん、カヤちゃんだよ、聞き間違える、ちゃん付けの方が流行ったら嬉しいでしょ、リスナーに呼んでもらえるでしょ、ちゃんづけで呼ぶようにしてるね、まあ女のすっぴんなんていうのはね、可愛くないから、いや、うさこは可愛いよ、いやいや、見たことないでしょ、あるよ、可愛いよ、ない、え、あるの、あるよ、え、いつ見たの、可愛いよ、いつ見たの、いや、普通に、え、家に行ってないよね、だからもういいじゃん、別にもう、いや、俺は見たことあるからね、あ、でも、うさこは、ね、すっぴんは見たことあるけど、エマちゃんだけは、うん、すっぴんを絶対見せなかった、あ、そうなんですね、だから、うん、エマちゃんの方がブサイクかもしれない、だって、ね、え、だってウサちゃんは別に普通にすっぴんで、これ来ないよ、俺が、ね、家にいた時めっちゃもうすっぴんでも普通に動き回ってたからね、エマちゃんだけはすっぴんを見せなかった、元から見せらないで、ウサちゃんはね、見せてたけど、お母さんと来るんじゃない、そう、だからもし来るんだったらお母さんと来る、まあ、来るっつか、送ってもらうんじゃない、うん、いや、お母さんも入ってくると思うけど、入っては来ないでしょ、いや、来るとは思うよ、入ってくるわけないでしょ、来るよ、お母さん、さすがに入ってこないわ、仲いいよね、あそこの3人は、うん、絆がすごいわ、で、俺がね、思ったのちょっと言っていい、何言ったのね、すぐ言うよね、まあ、動物飼ってんじゃん、だからもういいよ、もうその話は、え、でも動物飼ってんじゃん、高山家の話、高山家、いらないよ、だって、高山家の人って好きなんでしょ、何が、うさこが、うさこは動物がどうしたんですか、動物がいて、あの、猫はさ、散歩しなくていいじゃん、うん、だけど、犬が、なんか、あの、チワワみたいな4、5匹いるんで、なるほど、で、俺1週間ぐらいだけど、散歩1回も行ってなくて、要は全部犬におむつつけて、うん、散歩してないんだよ、全く、うん、あれなんでなんだろうね、ヘッドン消してるんだよ、いや、だって散歩しないでやばい、だって誠二さんもミツさん犬とかいなかったいないですね、あ、いないんだ、うん、あ、浮いたんか、なんか、あ、浮いたんね、うん、散歩するでしょ、だけどエマちゃん家の家族は犬に全部おむつつけて外に絶対出さない、老犬だからじゃない、過保護、いや、老犬っていうか、うん、でも5匹ぐらいんだよ、老犬って、おむつ履くよね、みんな、いやでもさ、でも散歩は行くでしょ、履かせるでしょ、うん、そういうのもうやめた方がいいんじゃない、
散歩してるかもしれないし、なんでそう散歩一周、俺が行った時1週間だと1週間1回も散歩行ってなかったよ、うん、忙しい時もあるんじゃない。じゃあ俺が行った時だけ忙しかったけど、全然忙しくなかったけど、こんなボロクソ言ってたら来ないわ、うん、来ないよ。いや来るんじゃない。でもボロクソっていうか、まあね、思ったことです。そう、思ったことだった。だけどボロクソ言ってないじゃん。詰められるかって思っちゃう。だって犬散歩するでしょ。それあのよくしてもらわなかったの、逆に、ね、家にね来ていいっつってご飯とか作ってもらったりしたんじゃないの。いやだけど、うん、外に出たらもうあの時コロナが流行ってたから、うん、もう外に出たら病原菌扱いみたいになって、外に出たらもう絶対風呂とか入んなくちゃいけない。外出れないじゃん、めんどくさくて毎回風呂とか入って。予算不潔っていうのもあるんじゃない。いやいや、もうみんなそうだから、やめよう元カノの悪く言うの。いや悪く言ってない。だからですね、じゃあコロナに厳しい家庭と、なんで1週間犬を散歩させなかったのかなって、それだけじゃん、悪く言ってないじゃん、その疑問に思ったんですよ、その時。悪く言ってないと。楽しみにしてた。来ない俺。いや来るでしょ。来るでしょ。ドラクチで言ってやつ来るでしょ。来ないわな。でも会いに行ったら、この後。なんで？ん？え、だって誕生日だから祝ってくれるでしょ、うさこと。だから準備とかしてたと思うよ。え、それは住所知ってる？プレゼントとか。欲しようか。いらないよ。いや、行ったらいいじゃん。だって会いに行くって言ってたから自分から行ってもいいじゃん。会いに行くっていつ行ったの？え、だから会いたいでしょ。俺住所知ってるから01にだけ教えてもいい。向こうの都合もあるでしょ。こさこさん教えてもいいですかね、住所。勝手にいいよ。ダメ？でも問題じゃないでしょ。多分俺だけしか知らないと思うんだけど住所。でも01が来たら嬉しいんじゃない？うさこ好きだから。うさこさんも01の好きでしょ。住所教えてこの後展開作って。配信でやる。配信でやる。勝手に。俺はここで拡散したらダメだろ配信で。え、だから家着いたら配信してる。ヘクさん、ありがとう。ありがとう。まんねえな。でも俺がこんなになってもさ、うん、エマちゃんの住所とか全然言ってないでしょ。うん、偉い。それはダメよ、さすがにね。言ってないでしょ。一線越えちゃダメでしょ。だってスネオさんが、うん、なんかエマちゃんと喧嘩してる時も、うん、俺言わなかったの。偉い。そこは、うん。ちゃんとしてる。うん、普通なんだけどね、そこは。まあね、普通なんだけど、言っちゃダメでしょ。ちょっと弁当やめてね、必死に。弁当。で、今日どうすんの、これから。ん？養分とかいらないの。今日、たくまくん待ちでしょ、今は。まあ、そうだね、一応来るって言うから。絶対来ないんだろ。だから、時間が遅い。別にどこにいるたくま。向かってるって、鳩だけ。絶対嘘でしょ。細やってないじゃん、嘘で。で、売名使いたいでしょ、たくま。いつもは来るけどね。こんな太ってたっけ。やってるね。151キロなんですよ。めちゃくちゃ。そんな太ってたっけ。太りました、めちゃくちゃ。せいじさんより太ってない。太ってるよ。せいじも太ったんですよ、ちょっと。150キロ。あ、そんなんか。じゃあ糖尿病大丈夫ですか。俺やばいんだ。8.5になっちゃった。A1C。あ、なってんだ。俺12ぐらい。それやばいんですか。やばい。俺透析だよ。透析。この前行くと透析の合併症で。ダメじゃんだよさ。お酒もダメってこと。酒もダメだよ。死ぬよ。原因酒なんす。いやー、やっぱり食うやつ。炭水化物。炭水化物がダメ。ダメ。おかしくはない。俺も気をつけないとな。で、血圧も上が200で予備軍だから下が120だ。やばいね。やばい。いや、俺も人間ドック行くからな。うん、体はまだ大丈夫。でも、若いから大丈夫。本当ですか。20代だったら全然大丈夫、太ってくる。やばい。だからこれ40代とかになってたら、俺とか誠治さんが確かにやばいね。そう、お互い40ですもんね。うん、プレゼントちょっとまとめたりしたいな。写真、ツイッター貼りなんで。うん、それ血圧200なんだよ、今。これまあ測ったんだ、放送。それでまあ注射はないんだ。
注射系。いやでも注射オゼンピックやってるよ。やってるんだ。お前やってんの。オゼンピックね。インスリンじゃないよ。食欲を落とすやつね。あ、そっちなんだ。うん。あれも本当気をつけないと、うん、ちょっとやばいね、俺も気をつけるわ。一言じゃないんだよ、本当。喉の渇きまだ来てないでしょ。いや、でも起きたらちょっと渇いてます。常にもう飲みたくなるね、誠司さんね。一日ずっと一日ね、一日に俺4リットルぐらい、6リットルで。あ、そうそう、それぐらいで4、そう、それでなっちゃう。あ、そんな飲まないかも。何、ジュース、お茶、お茶を飲むの、うん、お茶飲むのって健康的じゃん。うん、でもお茶ダメなの、水がいいんだよね。水がいいんだ。そうそう、水がいい。糖尿病になるともう喉が止まんないから。酒飲んでダメじゃん、おっさん。4リッター、そう、6リッターぐらい飲んで水を1日、1日、うん、ありがとうね、やつ。俺はもういいんだよ。まあ多少太らないと、太るからね、やっぱね、配信で金稼いでいいもん食ってね、酒飲んでって太るんで、しょうがないの、太るのは。俺はもういいんだよ。遅いな。いや、もう来ないよ、誰も。遅いな。もう来ない。たくま待つ。もう配信外にする？何待ち？今日、うさこと会うと思ったら違うんだ。電話も出ないや、うん。いや、うさこと9時に終わって、町田までタクシーで行って会うのかなと思ったんだけど、違うんだ。いや、絶対そうだと思った。絶対そうだと思った。だって9時で終わんないでしょ、誕生日配信ね。え、せいさん、9時で終わんないよね。終わんないよ。女がいるから朝まで、そう、朝までやるでしょ。だって朝っていうか、まあ0時、0時までやるでしょ、最低で。感じる時チャンスなんだからね。いや、俺もだって十分稼いでるもん。もうそんな、 なんかお金に必死じゃないもん。むかつくわ、なんかね。俺たち、俺は必死こいてやってるんだけど。いや、俺別にもう十分だもん。十分ありがとうございました。アイテムもね、たくさん取りました。めちゃくちゃ飛んだよ。いや、でも女に会うから。せいちゃん60万ぐらい稼いだ。あー、いいね。せいさん誕生日いくら稼いだ？70か80ぐらい。あ、市長が100万です。市長100万100万。よっさんは？俺50万ぐらい。あー、まあね、ありがとうございます。ほんと1ヶ月分稼いだ。ああ、1ヶ月分。いらないと言いながらって、いらない、無理しないでねってもらう分にはいいじゃないですか。無理はしてないと思うよ。気持ちで投げてくれると思うよ。ガーコちゃん、今度会った時投げるわね、三角は。うさこのとこ行きたいのですか。うさこを待ってる、俺は。来るのを。行ったらいいじゃん、もう。来るの待ってるの。住所教えるよ。いい。ゼロワンだったらいいでしょ。うん、住所教えるよ。来るの待ってるよ。別に。さ、最寄り駅で待っててもらえる。最寄り駅で。町田でしょ、だから。町田駅で。だってもう向かってると思う。それが、機長さんちで。いや、向かってないでしょ。遅くなってごめんねって言ってたじゃん、さっきコメントで。機長さんちで待つしかない。後から行くねって言ってたじゃん。だから来るって。来るの、本当の。絶対来るよ。確かにね、うん、ゼロはもう金使ってるからね、うさこに。それは何、スネ夫情報なの。違う違う違う、いや、わかんないけど。だってエヴァの店とか行ってシャンパンとか入れてるし。2、3回しか行ったことない。え、2、3回ってめっちゃ入れてるわけだよね。そんな入れない。2次会さ、エヴァちゃんのバーで できないの、町田まで行く。行く、よさん行くの、それなの。行くよ。だから1回来ないとその話もできないじゃん。うん、じゃあもっと行くんだよ、だって向かってんだよ、本当に。だからまあ政治としては、うん、機長の家近いから流れ的にはいいってことでしょ。うん、うん、あ、そっか。また俺ここまでタクシーで帰ってこないといけないのか、俺、うん、バイクあるから。俺らマリオが運転してるって置いてったらいいやん。あ、そっか、うん、あ、まあじゃあこう置いて、うん、え、マリオが送ってくれるの、町田まで、うんうん、それはそうですよ。あ、じゃあ市長の車、俺はいい。市長の車と、市長の車もあるしね。あ、そっか、うん、あのプリウスあるから展開は全然作れるんだよ。まあじゃあ、とりあえず、本当に来んの展開はね。あと、リスナーさんの車も出してくれるでしょ。田中いたら、一人ね。
誰でも出してもいいよ、何でもできる。楽しそう。かごちゃんも行くか。森はうさことベロ中できるわけないじゃん。したい。エマちゃんとはしましたけどね。したんだ。した。それどころか。うん。したもね。もうやめてよ、パルも広げるの今、それどころか。広げたね。何が、うん、それどころかって。うん、でもさ、もうやめて。俺はなんか、母親の操り人形になってたのかな。ちょっと思うね。すごい幸せそうだったけどね。本当だよ。ずっと、まあ、俺はね、うん、でもエマちゃんは、甘えて。エマちゃんはなんか、俺のこと好きなのかなって思って、ちょっと。そんな好きだから付き合ったんじゃないですか。でしょ。いや、だからお母さんが。好きじゃないですか。お母さんが好きってことですよ。じゃお母さんが、付き合えって言ったんじゃない、エマちゃん。じゃそれは相談はするんじゃない。で、付き合ってたのに、で、俺と別れて、1週間後にスネオさんと付き合ってたの。それってなんかおかしいじゃん。あ、まあまあ、そうそう。だから、俺と付き合ってる時にスネオさんと。そういうの結構いるよ、でも。うん、まあそうだよ、ね、どういう女なの、そういうのは。え、尻が軽いってこと。いや、切り替えが早いんじゃない。ああ、切り替えが。でも付き合ってたんだよ。うん、だけど、スネ夫さんと、うん、なんか、俺と別れて1週間後に付き合ってた。ああ、同時進行かもしれないね、それ。そう、だから同時進行だったのかな。まあでも可愛いキャラね。せいちゃんやめて。ああ、そうだ、うんうん、俺もミスちゃんのこと言わないでしょ、やめて。うん、うらやましいよ。うん、それはかばうよ、うん、当たり前じゃん。でも俺だったらスネ夫さん付き合わないよ、スさんと別れて、うん、俺だったら。まあね、うん、まあ、ね、お、なんで俺の付き合ってくれたの、兄ちゃん。ありやす、やっぱ障害があるから、うん、どうぞ最初から付き合わなきゃいいじゃん、まあね、解けなかったんじゃない、うんまあちょっとね、向こうから告白してきたんだね、うん、あ、そうなんす。そうだ、俺から告白してねえよ。向こうから。あ、そうなんすか。そうだよ、知らんかった、それは。じゃないと家に呼ばないでしょ。付き合ってる付き合ってない関係なくて、それは自分が好きな人はかばうでしょ、当たり前なの。そこじゃないよ。家が遠いのもあるんじゃない、やっぱり、うん、家が。いや、でも言ってたよ、俺月1ぐらい言ってたよ。誰でもかばうね。月1ぐらい言ってたよ、町田に。遠いんだよ、だから茨城のどういう中で。俺は行って行ってない。ありがとう。月一で。いいな、幸せそうで。で、パルも1年ね、うん、ご無沙汰なんでしょ。そう、誰ともやってない、熊以外。それはすごいよね。機長さんやってるでしょ、ちょこちょこ。機長さん、機長はやってるよ。やってないよ。やってないの。やって、やって。これやるでしょ。課金の人をこう維持してる。色恋はね、やってるかわかんない。色恋、色恋だ、色恋。いや、枕はしないんじゃない。枕してるよ。してるの。枕してる、枕してる。枕はないじゃん。してるよ。配信タイガースダメだから、それ。あ、ダメだね、NG だ、枕。あの、枕だけはしないよ、俺たち。よくさ、勘違いしてるけど。いや、してるんじゃないよ。してないよ、枕は。ない枕は。ほんとしてない枕、してません。だって、機長なんて一人やってもつまんないじゃん。なんであんなアイテム上がるの。くそつまんねえ。始まったわ。絶対枕しかないじゃん、枕しか。始まったわ。枕しかないじゃんね、一人やってて。ね、100とか200しかないんだから。俺たちは枕はできないけど、できるんだよ、この人が。貴重な、かっこいいからね。だっていつも一緒にいるんだからね、俺たちは。でも東京の時はいないから、うん、それしか考えられないなと。やってたら枕されてる。え、なんかでもそういうのなかった、枕みたいなあったよ、なんか。あるけど。あるでしょ、なんかやってんだよ。そん時はね。そう。いや、そん時今もやってるんだよ、絶対。やってないんだって。だからこんな中身のない配信が、で、100とか200で上がるわけないじゃん。枕完璧やってるよ、ホストみたいに。やってないよ、今は。こいつは。リスナー一人一人をやっぱ大事にする方が、アイテム飛ぶんすよ、さ。違うの、昔と。だってアイテム投げる人を見返り求めるでしょ。お金をもらってやったことはないんだけど、アイテムもらってるってことはじゃないから。いや、アイテムをもらって、それは枕営業でしょ。で、やってんじゃないもん、だって。違うって。この人は嘘つきだよ、ほんと。違う違う、アイテム欲しさにそんなことはしないってこと。俺のモリトラダムソ大予言で、今年中にまた暴露されるよ。女ネタで、うん、イキリストにネタ提供されて暴露されるよ。イキリストなんですよ。しおちゃん、ありがとう。3ヶ月以内。うん、だから、あ、秋ね、
10月ぐらいまでには絶対暴露されるよ、また。俺の予言ね、森戸田ラムスの代表。僕は別にだって俺ゼロはないよ。ない？いやこの人は中身がない、配信に。面白くない。せいじさんとかパルパルとかゼロワンでしょ。もう中身がない。中身がない。中身はだから色恋でアイテムあげるしかないんだよ。いや結構うまいよ。いや上がんないよりいいでしょって言ってる時点でもう色恋。市長さん賢くてうまいよ。うん。どうなんだろうね。立ち回りタイプ。まあまあ3ヶ月後ね。まあ年内また暴露されたかもしれない。暴露されたところで別に悪くないからね。悪いよ、色恋でやってんだから、まあ、彼女ないからね、別に何言われても、うん、確かに確かに。だけど暴露されても収益落ちてないからね。確かに、あ、そうか、ずーっとだから、ね、暴露されたら余計だけど頑張って配信者としてはゴミだ。だってさ、アイテムとか、まあ、閲覧もないじゃん。あ、ね、じゃあアイテムが上がるからいいって言ってるけど、そんなのじゃあ閲覧中とかってさ、色恋やってるやつと一緒じゃん。配信者としてはゴミだと思うよ。ゴミじゃないと思うね。ゴミでしょ、だって知ってる。何、じゃあ俺が言ってたじゃん、12年間やってきてね、うん、じゃあ機長にアイテム負けてるけど、うん、じゃあ俺が負けてることになる。いやそれは違うよ。じゃあ、うん、そう10人じゃないじゃん。でもいや10人と一緒に100人とかじゃん。100人200人じゃん、1人でやったら。いやそんなことないでしょ。ねえ少なくとも2、300人はいる。マジで閲覧関係ないよ、マジで、うん、ありますよ。ないよ。ありますよ、閲覧。1000人いても、1000人いてもアイテム上がんなかった意味ねえじゃね。寂しくない？全然。だってじゃあ予算閲覧に300人で1ヶ月500万と、うん、ね、閲覧がまあ1000人近くて100万円どっち取るんですか？500万取るじゃん。金じゃ否定できないじゃん。500万じゃいいで羨ましいんじゃん。まあ確かに。ほらだけど素直になれよお前。素直になったけど、素直になったって相手バカじんだよ。こっちは素直になったところでそれ上がるね。じゃあ上がるんだったら素直になってよ。500万になりたいよ俺だって、うん、お前らみたいに。なあ、ね、上がんねえんだよ。撫でてるだけじゃねえかお前。酒飲んでよ、うん、いや、まあ、何が稼げない猫ちゃんかな。だってめえお前が稼げよ。できない、稼げないから言ってんの。何が稼げない猫ちゃんかなって。嫉妬はやめようよさ。嫉妬は猫がかわいそうだ。お前稼いだ方がいいよ。こっちは、うん、稼げた方が。稼げないんだよ。猫のせいにすんなよ。だけどパルは欲がないからね。閲覧10とか20で稼いでるやつはマシだよ。うん、魅力ねえもん本当に。喧嘩か？喧嘩ですよ。え？あんまた目つけない。お前のこと言ってたんだよ。閲覧90でアイテム上がってるからよ。おみえがで機長より下だろお前。なんかお前さなんか機長より上だと思ってない？お前どっちだと思ってるんだよ。機長とお前どっちが、お前今答えで。機長が上か、お前が上かどっち？そんなの機長さんに決まってるやろ。あ、そう、うん、ああまあ90だもんな、閲覧な。機長は100以上あるもんな。なこれ一番続くやつだろ。ずっと続くよ。一生続く。うん、一生続く。ループだからね。隙間産業だからしょうがねえだろよ。ずっと続くよ、これワンライブの隙間産業なんだよ、こっちは。いやまあそうだけど、うん、この人はひどいよ。90だよ。だってだってワンライブやってたら座れちゃうだろうよ、まあ、誰だってよ。俺座れない。座れちゃうんだよ。座れない、変わらない。君たちは座れるよ。だってワンライブと密親密な関係、俺はかぶってるから。かぶんないから、リスナーが。そうだから俺はもう自分のリスナーいる。安定、それが700キープする、ね、そうそうそう、600、700キープできる。君たちがいくらもいくら君たちが展開作ってもさ、リスナーさ3日に1回しか配信せえへんやん。いいじゃん。何で、ね、俺たち毎日もん。それはだから売名とか毎日コラボとかしてるあれでしょ。3日に1回したらちょっとね、3日目は閲覧膨れ上がる作戦ちゃうっすよね。いやお前よりあるよ、ね、90に言われたくねえわ。なんだこいつ。閲覧90に言われたくねえんだけど、ね、閲覧190でしょ。なあ、いや90 190でしょ。だって俺じゃあ190だとしたらお前90しかない。じゃあ90しかない。100に違うからんすよ。100って結構変わるです。2桁と3桁違う、うん、じゃあ100に違うからんすよ。いや変わるよね。自分の配信頑張ればいいんじゃないの。そうそう、自分の配信だけ頑張る。そうそうって言って、うん、だけど君は頑張ったって90なんで、だからディスる。そう、自分の配信頑張ろうよ。お前90じゃん。たまねえな。なんで他の配信者の閲覧気になるの。そんなに陽気なんじゃないの。陽気やで。で閲覧だって俺は金梅さんもそうだけど、金梅さんも俺たちは
閲覧と、うん、でそれで俺たちは配信頑張ってきたんだ、ね、頑張ってるってだってさ画面に向かって酒飲んで猫撫でてるだけじゃん。だけどそれで君たちより閲覧あんだよ一人でやったら天皇ディスったりしてさ、うん、だけどそれが、うん、君たちより閲覧あるんだよ一人でやったらそれは認めないファンになるでしょファンになったって今配布あって配信できたよそれ、うん、いや通用してるから君たちより閲覧あるんだよ通用しないエヴァになるよその人いや、ならない、なってないこの前みたいに一緒に、ね、なってないね、うん、帽子かぶって、みんな姉妹も A1 なんだよ、さ競馬だけやったらいいんじゃないの帽子、これあるよ、競馬やめるよ、たかし、うん、みんな帽子かぶって、うん、こんなに帽子もらっちゃったどれかぶんのいや悩む名刺入れも、太郎と部長山田は持ったけど、はいどっちで使うの？いやー困るよこれ養分とね。あ養分もらったんだ。よっさんですそれ。よっさんの飾ってるあれ。そうあれだよお前ドラケー3だよ。あそこやから。ワンライブのね。うん、ドラケー3ってお前やったことあるか？まZ世代か。ありがとう。やったことあるかあ、ね、ドラケー3。やったことあるか今すぐあのあげるよあれ。イケルストの元カノじゃん。持って帰るスーパーが遠いね。あれ。そうだよ俺は。な、絆ね。あれいくら？5000円。なめないで。何もらってんだよ、お前。5000円だよ。マリオいるの？いる。あ、いるんだ。マリオ何してんの？疲れてるって。疲れてる、うん、朝からずっと動いて。そう。ああ。じゃあ、たくま待ってお開きしよう。じゃあ、絶対来ないと思う。うん。で、そっからもうどっかね、展開作れば、もう誕生日会ちょっと。うさこか、養分か。二択なんす。二択でしょ。うさこ来ないからどうします、うん、で、曜日でしょ、うん、片付けあるからあれだ、これな、うん、これ全部捨てんの燃えるゴミいや、これ明日のご飯です楽しみにしてたのに、ね、絶対食べないでしょ、これ残しません楽しみにして、ね、捨てるでしょ、ダメかクリーンなんであ、そう、うん、全部燃えるゴミ捨てちゃうあ、養分、じゃあ俺行かないからみんな行ってきたらなんでそういうこと言うのよいや俺もいいやいいじゃんもうさ、うん、いやいずれね何かがあるんだよ、うん、あ今いやでも謝ったしね俺プレゼントくれたじゃない、うん、何万プレゼントくれたのよあれはかなんだろう名刺入れとかいくらだろう高いと思うよすごい高いやつだから、うん、10万ぐらいうんあ天然はでも10万だよね、うん、そう俺もそう教わってるあまあ売名だなお疲れ様です。あ、ゆったくん。帰るの？はい、もちろん。どうやって帰るの？あ、もう電車でどっかまで行って。あ、そっか、終電か。ほんと。1、2、3、4。ありがとうございます。あ、マリオくんね。マリオ送ってあげて。いやいやいや。駅まで。遠いから意外に。うん。あ、皆さん、僕送ります。閲覧90の俺が。いやいや、もう僕が閲覧90。そうだ、おめえが送れや、閲覧90。似たのが上なら閲覧。おめえが送れや。マジでや。僕が閲覧20です、20です。はい。お疲れ様です。お疲れありがとうねリータ。ありがとうございました。うん、リータ東京入り合いでまたおいで家ね。リータさん東京じゃないの。ここさせていただきます。うん、東京に住んでないの。リータさん大阪です。え、そあそうか。うん、俺とあだだ来てくれたんだよリータね。失礼します。うん。マリオ送ってった？はい。うん。ワンライブ入れてあげたよ。うん、なダメだリータは。いやちょっと早いよ。なんで早いの？入れない。いいじゃん。いやそんなに入り口広くない。じゃあね、政治もわかるでしょ。わかる。いやわかんない。そんなまだ早くない。まだ3ヶ月は小僧は入れられない。配信タイガーズ入れれる？いや無理無理。松平もやっぱりいろいろなねあるから。いや松平ゲーム入った。入ってるんでしょ。配信タイガーズ。テスト生。あテスト生だ。これ厳しいじゃん。予算ファミリーもやめた方がいいよ誰でも。だけど正直、うん、マリオとリタが一緒に配信したら同じぐらいじゃないか。いやマリオのが全然まだ、でもマリオが月収今月60万だからね、うん、それはだから売名してるからでしょ。マリオもすごい強いものあるよ。いやーどうだろう、だって一番言われるからゼロワンとかやってる時にやったら閲覧50とか30とか見たけど、いやマリオはね会社やって自分より才能を感じる人しか入れたくない、うん、でマリオに才能を感じる、じゃあマリオは別としてね、裏方としてパルとかカヤちゃんは リタさんも入れたい、ゼロワンのも好きなんじゃない？いやせいちゃんはねすごいなと思うから、でもせいちゃんはライバルだから、
予算は入れない。誰が予算入りたいって言ってたじゃん。入りたくない、そんなこと言ってないでしょ。見る目あるよ。言ってないよ、俺は。そのワンライブなんて。やっぱ 一度はやっぱ勝てないなと思う人がいるね、自分が。あ、こいつ勝てねえわって思ったことがある人がいる。うん、パルトが変えちゃうなって思ったもん。思ったことあるもん。すごいな。うん、誰でも入れたくないし、きついしね、やっぱいろいろ。うん、育てたくない。いや、育てるにもやっぱ確信がないと。あ、そう、うん、で確信にはまだ迫ってない。で、リタさんはただのいいやつって配信者としての部分じゃないんですよ。あ、そう、人としてはめっちゃいいやつじゃん、うんうん、でもそれだからって配信者に伸びるわけじゃないでしょ。で、分かんないでやってみないと。それはいや、分かりますよ。センスがね、うん、分かりますよ。いや、分かるよ、分かんないよ。配信はセンスだよね、うん、ただ回転速くないと。だから、かえちゃんは展開作って書いてたでしょ、うん、じゃあ他のね、来た人ってどうなのって。やっぱ怖がってるよね、うん、ビビってる。そうかね、うん、いい人キャンペーンも大事だけど、それだけじゃやっぱ厳しいじゃないですか。真面目すぎちゃうね、ちょっとね、うん、真面目すぎちゃう。でも入れてから判断するダメなんですよ。俺は結構入れてから判断する。いや、入れるっていうのはもう一生だと思ってるから。そう、別に、うん、そのなんか捨てるのもネタになるんじゃない。いやいや、ダメ。もう、あ、そうだ、一人でも無理だよ、うん、もうパルトは一緒にいると思ってるから、何があっても。うん、一番絆あると思ってるから。うん、グランドあれは、うん、あ、そう、そうっすよ。よさファミリーはちょっと適当すぎる。そうだよ。いや、いいね、適当で。何人辞めたの。でも適当でもそう、今だけど、だって俺は野田造りのね、カズ軍曹とか、うん、モンちゃんね、うん、え、軍曹って俺の弟子だよ。え、そうなの。そうだよ、カズ軍曹なんて、あいつがふわって数の10人とか20人の時に、うん、俺がずっと絡んでる。え、知ってるでしょ。まあ、もう知ってますけど。あ、そうなんだ。でも今絡みないから。え、軍曹だからもう卒業してった。卒業したんですか。そうだよ、卒業生。俺も恩返しないんすね。でも恩返し確かにない確かにないけど、うんうん、卒業してみんな予算切り捨ててるから。確かに。でもいいんだよ、それで。だって俺を超えてくれたんじゃん。モンちゃんとかも来なかったじゃん、誕生日に。弟子弟子言ってるけど、うん、でもまあそれでいいんだよ。それでいいんす。俺を超えてった、うん、それがやっぱあの自分を超えていく。それは嬉しいよ。超えてった人いる。超えてった。都合のいい女みたいな、うん、野田総理も超えてたし、七原くんもそうだから。まさか、本当ですか。弟子なんですか。七原くんだって俺のずっと話題してた。今もしてない。今もしてる。俺と野田と暗黒の話題ばっかしてた、七原くん。へぇー。そうなると加藤純一さんもそうですよね。加藤純一はどうかわかんないけど、うん、加藤純一より上の時ある。え、本当ですか。で、予算、ふわっちやったのがダメだったっすね。そうだね、まあ、ふわっちっていうか金に目がくらんだのがダメだった。ニコ生 A 版になってから、うん、一気に下がうん、真っ逆さまをしてた。もったいないね。ツイキャスも A 版だし、うん、なんで A 版になっちゃうんすよ。チンコ出したツイキャスで。うわぁ、ファンタスティック。ちょ、ファンタスティック誰。うわぁ、あ、タマオさんじゃん。あ、行っちゃった。あ、ダメ、行っちゃう。俺タマオさん全然くれないじゃん。最近さ、俺に全然くれない。なんでゼロワンに投げんなよ。嫉妬しちゃえばやさ。タマオさんは今どこに行っちゃったんだろう。いや、ま、俺に後ろの誰かついてる玉尾。あ、今え、せいさん、ダメよ。あ、俺に全く投げてくれよ、玉尾さん。え、紀藤さんかな。違う違う。え、休んでんじゃない。もう休んでる、うん、本当に。じゃあゼロワンに投げたせいちゃんじゃない。違う誰だよ。玉俺だって全くないよ、玉尾さんから。全然休んでるよ。休んでるのかな、うん、ツイッターの人ですか、玉尾さん。玉尾さん、玉尾さんは女投げやめてよ。昔俺に結構、まあ、投げてくれた。あ、せいちゃんリスナーになったの。違うよ、違うよ。え、本当に投げてたの。投げてた。知らないよ。あ、本当に。知っちゃうよ、俺。あ、玉尾さん、そうなの。名前言わない。初コメ、アカウント作り直したんだね。そうなの、玉尾さん。アカウント作り直してんね。あ、そうなんだ。俺にバレない。玉尾さん。いや、一瞬来てくれたことあるけど、すぐいなくなるよね、玉尾さん。予算すごいよ、ずっとついてるからね、ついてたから。あ、そうだ。玉尾さんめっちゃ投げてるくれ。気分やよ、玉尾さん。でも、たくま来たらお開きするんで、
皆さんね。たくま来ないじゃん。来ないよ、これ。もう来ない。来ないよ。出たらたくまなんて、お前。振り回さないでほしいよね。もう、いいよ、たくま君は。いいよ。どうすんの、この後。俺はちょっと行く。俺、住所知ってるよ。俺は行かない。行かないの、うん、じゃあ、養分のとこ行くしかねえじゃん、みんなで。うん、タクシー乗った、うん、タクシー乗ったって。養分、大阪じゃない。いや、東京にいるんだって。マジでクライマックス、ありがとうございます。だから、なんか太郎と部長山田と中ちゃんで先に行っちゃった。養分の飲みたいに。大阪もそう。行くとこあるっていうか、養分とこ行きたくないし、そのエマちゃんとこも行かなくていいや。俺はね。ストロングあります？うん、ある、うん、じゃあ誰かね、じゃあつけてもらって、うん、ナイフがライン、スパークのことでしょ。ハルちゃんと天然ストレート、イベントだから来たわ、連絡。え、誰？うさこちゃん。うん、何来るって。来るでしょ、うん、だからみんな俺一人でいいよ別に。どっか行きたいなら。もともとそれつもりだったんじゃないの。9時で終わってさ。ないないない、もともとそのつもりだったんだ。それはないよ。そうじゃ、だって9時で終わってさ、うん、それはないわ。だって俺たちが邪魔なんだよ。邪魔ではないけど、いてもいいけど、もともとそのつもりだったんだ。じゃあいいですよ、別に待っててもいいよ別に。来るの。もう来るって言ってるから。あ、向かってんだよ。だから忙しいんだよ多分。でも向かってんでしょ。うん、だから来るって。あ、こう来る。でも付き合わせるのも申し訳ないなって。でも別にいいっすよ、別にいたから。いや、俺ちょっとこっちいる。あ、ほんと？こっちに、うん、一緒に行きますか。うん、こっちに、うん、俺たち一人がいいじゃなくて、俺のこの誕生日9時まで邪魔したくないから。付き合わせるのが申し訳ない。うさこがここに来てゼロワンをね、そんなね、困らせることできない、俺たち、うん、誕生日なんだから。俺たちは黙ってた。で、予算は今日寝るからここに、うん、邪魔も何も寝るんでここにね。うん、まあ、ゼロはね、どっか行くんでしょ。こんなだから行かない。行くでしょ。行かない。ウサゴ来て、もうやめて。うん、まあ行くかは分からんけど、別にいいじゃん、俺も自由でしょ、ほっといて。まあ自由だけどね。うん、そう、邪魔したくないんだよ。邪魔にはならないから、いてもいいよ、うん、人の恋路を邪魔するのはダメ。いてもいなくても別にいいよってこと。困った顔っていうか、好きだからそれニヤニヤしちゃうよ、それ、うん、後ろリスナーさん知ってるでしょ、うん、まあ、俺リスナーに言ってるもんね、まあ、可愛いからね、そこそこ可愛いよ、ね、そこそこじゃなくてめちゃくちゃ可愛いわ。いや、うん、まあ可愛いけどね、まあ、20歳ぐらい、うん、昔から好きだからね。2年ぐらい前から好きだから、うん、俺は8歳ぐらいとか見てたよ。ああそう、うさこが8歳ぐらいとか、俺もまだ配信者やってなかった。あ、そうなんですよ。8歳のニコ生でやってる配信者。あ、そう、うさこちゃん。そう、俺もまだまあ、配信やってなくてリスナーで。うさこちゃんは長いんですよ。長い、俺より長いよ配信で。ナイフさん、何ギフトが届いた。3000円分のギフト、 ありがとうございます。ナイフさん、プレゼントありがとうね、お金ないのに。ちょっと時間かかるらしいから、うん、まあ、トイガだね、うん、待ってるよ、まだ30分ぐらい、うん、で、俺たち養分のとこ行った方がいいんだよ、みんな。あ、空気読みますか。そう、空気読んで、うん、養分隊とうさこ隊分かれる。いやいや、うさこ隊はだっていらないでしょ。だってゼロワンが一人でここでうさこ待ってた方がいいんだよ、うん、邪魔になっちゃう俺たち、うん、お前痛いの、うさこ隊になって。いや、別どっちもいい、それお前痛いから言ってくれよ、うさこ隊。分けるのもおかしいけどね。だから本来9時までで、あとは自由だからっていう話だから、うん、でこの延長してるのはまあね、だけどうさこもお母さんもエマちゃんも多分俺とか、うん、まあ俺だから、まあ俺か、俺がいない方が多分来やすいと思うね。別にそれは親父新宿これで行った方がいいんじゃない、みんなで、うん、任せますよ。養分に会いに行くか、あきこママの店に行くか、うん、タクシーで、まあ、車あるから。あ、そうか、車ある。車はね、それは、うん、あ、最近なんかデカモモさんふわつきましたね、よさん、うん、
あの子人気あるんですか？あ、そうなん、来たの？なんかやすやすらしいです。昨日来ましたよ、昨日。あ、そうなん。あ、忍法さん付き合ってきてるな。付き合ってない。付き合ってないのあれ？似合わせ。デカモムさん、鼻が残念だよね。やめて、見つらないで。可愛くない。よく言うこと一回もないよね。だって、デカモムさん可愛くないじゃん。鼻がちょっと残念だよ。やっぱ水さんのが全然可愛い。ああ、ね。デカモムより。マジで。あれマジで鼻が残念。じゃやっぱクルちゃん、顔だけだったら。あ、クルさん可愛い、ね。クルさん可愛い。かなり。ぶれない。ゲスト来ました。ゲスト？誰？大変なご予定すいませんでした。ああ、そこ閉めてね。うん。あ、それどこ？あ、いいっすよ。予算こっち。いやいや、さすがにそれは。ここ。うん。で、椅子持ってきたらいいのに。よちよち始まっちゃう。たくまいらっしゃい。すいません、送りました。ありがとう。うわ、俺がプレゼントあげたやつだ。誕生日の。お返し来てくれました。少しお邪魔します。ありがとうございます。トイレ、来てくれてるね。こちらみんなお揃いで、お揃いなんで。なんだなんだ、トイレどこだ。忙しかったんだ、たくまさん。あ、いや、寝坊しました。寝坊した、うん、でも寝てました。嬉しいやつ来てくれてね、わざわざ。大変だったでしょ、来るの。ごめんね。おっと、なんだこれ。何これ、何ですか。お腹ブルブル系だ。お腹ブルブル系。クロリナっていうの。クロリナ、お腹につけるやつ。運動はしないかなと思って。運動はしないかな、お腹ブルブル。動かなくてもできる。痩せれるじゃん、お腹ブルブルのやつ。すごい、かっこよくない。これはちょっと持って電池式タクマやって、組み立ててやって、超か、なんて読むんだろうこれ。読めん字が加圧、なんて読むのこれ。超、なんて言うの、加圧って言うんだ。加圧アリアンス。これ切るの？切るタイプだね。切るだけ。これ切るだけのやつ。ありがとう、たくま。なんか手紙みたいなのも入ってる。加圧読めない。これ、引き続きもらいました。掃除券。あの、デコルデ姉さんにデート券もらったけど、この券形2枚だね。掃除券。じゃあめちゃくちゃ汚れたら、じゃあ依頼するわ。でネタにしてくれる、はい、お掃除券。お掃除の話するといつもね、機長の名前出る。うん、機長にしてもらおう、機長にしてもらおう、ね、一番出るね。うまいからね。うん、お掃除本舗だから。あの機長さんもいい、たまにじゃあいいよお掃除配信依頼したらやってくれる。いい、うん、ありがとう、たくま。いいね、ありがとうね、たくまも。充電しなきゃ多分入ってないでしょ最初、うん、あ、入った。ちょっとあるの、電気来そう。リリーなれ、電気来そう。何を鍛えられる。 EMS 体幹鍛えれます。ちょっとやって、鍛えて。もう鍛えようある、これ荒れてるけど。でかすぎてな、これ鍛えて、まあ、痩せないといけないから。でかすぎて、なんか腹筋の場所じゃないもん、うん、合ってる。腹筋の場所じゃない。3枚ぐらい離れて、それ3枚ぐらいいける。ちょっとまだシールが、今98キロあるから、配信者デボインだよね。ほんとだよ、みっともないよ。コップとストロングゼロと、はい、ありがとう。やばい、ブクブク太ってくるね。ほんとだよ、これね、ひどいもんだで、これちょっと肌荒れもしてるしね。ボロボロだよ。肌荒れしちゃうかもしんないんだよね。市長さん太んだよね。俺より出てない。えお腹こういい勝負じゃない。多分ね、政治に追いつきそう。
構あいい線いってるね。いい線いってる。セージはでかいと。セージもこういう時期あった。うん。それ乗り越えるぜ。乗り越える。うん、乗り越えない。ゼロは何キロ？100キロあるの？98キロです。あと100グラム。自分のチンチン見れる？全然見れる。それはまだそこまで。もう見れないから。あ見れない。うん、じゃあもうパルも埋もれてるっていうから。うん、見えるよ。見える？やめてよよ。あダメ。あ出したないの。そこ乗り越えていかないと。乗り越えるぞ。スパーク終わったら110キロ20キロ行くと思う。すごいペースだもん。太っても愛される配信者を目指さないとね。ああね、うん。見た目だけじゃないもんね。そう。うん、病気だからね。うん。太ると。うん。でだ糖尿とかない。喉乾。いやちょっとだ健康診断行きます。もう行った方がいい。うん。難しい使い方。シールがこれなのか。これ3枚しかついてないんだよな。あ、なんかでも出方が違うよね。うん、あ、下が出てるなっていうのは。それ何？俺の方が出てる。これはパル？ハルの何？パルは？ハルの何？ないか。なんかわかる。電気がペーってなって腹筋を動かす。腹比べする？腹比べ。そんなに。うわあ、やっぱちょっと違うか。パラちょっともうちょっと濡れてる、あ、爬虫類みたいじゃんこれ、カエルのお腹みたいな。女だお前黙るぞ。ダメだ、でも濡れてるちょっと巻き込まれる、ね、巻き込まれちゃうから。これ何するの？これ腹に貼ってくれるらしい。予算は？予算もやめて、チンコ出しそうだから。それはなんかへその中にホコリみたいな汚いのもダメだよ。デブアロじゃない。そこまで。あ、また出てきた。そこまで。服の繊維が溜まるんだよ。へ、俺だけかな。吸い込んじゃう。これがこう擦れてね。あ、俺も出てきたかも、ちょっとだけ。汚いし。俺はないわ。こうやってやめて。正社で無駄毛処理してるもしかして。うん。してるんだ。すげえ傷みたい。これね。お腹は綺麗にしてる。綺麗にしてる。これ。三枚しか入ってないの。あ、プルプルするやつか。そう。あ、そうか、電気でね。そういうことね。せいじのがなんか俺よりちっちゃく見えるな、不思議だな。なんか、なんか俺の方がでかく見えるぞ。見えるね。なんで？せいじよりなんかでかく見える。なんでだ。本当に 100キロいってないの？うん？98なの？98。本当？前に出てるのゼロはない。白いからか。俺黒いから。ああ。俺ジグロだから。ゼロワンのが出てるよ、ね。もう色白だから。これちょっと気になるなぁ。あれって、あガリガリで一番思うのは足が細いよ。女の子みたいな足してるからね、希少さ。いいんだよね。ガリッガリ。これ足も細いもん。お嬢さんしかいね。さん、ミスさんで来てる。女の子やっぱこっちの方がいいっしょ。あ、色っぽい。で、たかしも結構出てるからね、ちなみに。大きいですね。たかしもすぐ俺ぐらいになるよ。うん、俺は意味じゃない。ダメだよ。え？ダメだよ。なんで？やましいことが、やましいことが見せられるんだろ、お前。まさかお前、色恋してんじゃねえんだろうね。してないよ。で、あれ誰？マリちゃん。蚊が入るよ。締めにしよう。お？うん。アムチンゴミになってるな、あいつな。あ、たくなるわ。アムチンあれ、サンマタチンになって、サンマタしてさ、一気にアイテムだからゴミになったよな。いや、あれツイキャスやってるからだよ。いや、だって、あ、言うてさ、サンマタしてさ、しかもあいつのひねるとこで自分の従業員に手出したんだよ。丸顔ミンターとで、自分の従業員絶対手出さないからね。パンパンだったんじゃない？いやだって、ロビンソンさんも言ってたもん。自分の従業員には絶対手出さない。はい、丸顔ミンちゃんは、でも、バーだからこいつは自分の従業員に手出したんだ、ゴミなんだよ、あのうちに。パンパンだったらしょうがないよ、大人だったら。いや、でも、それってビジネスだけど。でも、25歳でしょ、あの子。配信実績、俺の場合あるよ。そう、だから、25歳だよ。あいつ、ニコ生だったんだ、あいつ、俺と一緒に。うんうん、だから未成年から酒ずっと飲んでたんだよ。あ
認知してたんですか、ニコ生の時から。うん、知ってた。あ、知ってはしてたんだ。ああ、じゃあそれなりに名前が通ってたんだ。こいつ10歳とか酒飲む。10代から。それでね、三股しちゃダメでしょ。当てるからしょうがねえよ。だけど自分の従業員、だ別にやってもいいけど自分の従業員はダメでしょ。そうやってやちゃんと自分の人のために働いてくれてるのに、そこに色恋かけてエッチしちゃダメでしょ。他に行けばいいじゃん、別に。女なんてこんな金持ったらたくさんいるんだから、だそれをやられて相手も上がらなくなったり、やばい。接骨院の電気みたいなんだけど、なんか電気みたい。電気治療したことある人いる？でもこれで痩せ痛い、なんか電気走ってる、これ電気痛いチクチクする、痛いわ。電気みたいだわ。強くした今。強くした。弱くして。痛いこれ電気。どういうこと？優しくして。え、それめっちゃ電気通るんだよ。痛いよ、バチ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 。優しくかけといて。優しくして。優しくね。これで痩せるの本当に。おお、来るわ。電気だね、うん、これ電気でしょ、うん、これ大丈夫体に。もうだって動かなくても腹筋を勝手に動かしてくれてるから。電気で電気で。これで痩せるの、うん。いやー、なんか気持ち悪いわ。弱くやってる？多分弱いね。強いよ、結構。下げて、プラスしてやるんだ、アホ。ゆっくりして。結構痛いで、これ。だから、普段は、着圧着て。着圧着て？着圧の上に。いや、これはこれでやって、普段着圧でちょっと絞ってもらえれば。ああ、そういうこと。つけとくか。痩せるんかな、本当に。お腹って一番痩せづらいからね。うん、お腹の肉って。もしかしたら、さっきのシャツが入らないかもしれない。一番、一応でかいやつだよ。絶対誰も食ってない。一人も食ってない。着てみよう。いや、今日もいいな、服は。終わったらこれに貼って。これに貼るんだ。オッケーオッケー。これ充電式？充電式。ありがとう。でこれで。うん。ありがとうね、たくま。俺を見てるからこそだね。うん、でちなみにたくまさん、スパークで誰のセコンドやるんでしたっけ？部長山田さん。あ、部長山田さんのスパークセコンドやってくれます。よろしくお願いします。でギャラは山田にもらってね。うん、もしあれなら、うん。運営からは出ないんで。え、ギャラ出ないの？セコンドだよ、だって。あ、そうなんだ。うん、セコンド。ペニーさんはセコンドもくれたよ。いや、セコンドまでだ。いや、セコンドは儲かってんじゃん。もうそればっかり。なんで、500万、月500万、600万とか言ってんのに、なんで1万ぐらい出せないの？出せばいいじゃん。なんでそんなケチなの？経費で落ちんのに。それ考えてみな。経費で落ちるよ、だって、一部だって、そんなの。だって14試合で28人にそれギャラ払うし、あと、1万円でいいじゃん。いろんな人に払う。セコンドまでちょっと。でも50万ぐらい。セコンドってなったら、また28人にいくら払うのよ。だから1人1万円でいいじゃん。28万円やん。で、1万円でいいじゃんね。どんだけ赤字になるの？いや、赤字になるというか、もう経費で落とせばいいじゃん。自分のね、配信でやるんだったら、落とせるよ。28万ぐらい経費。ね。落とせるよ。決めてるんで。落とせるよ。何をケチってんの？ケチるっていうのは。税金払ってないの、まさか。原田さんってやってるから。まさか税金払ってないの？ねえ。いや、経費。俺が言われる。自分が格闘技大会やるったら。でしょ？だってこの人落とさないって言ってるよ。だから、まず利益を出して原田さんとの話し合いがあるから、利益は出してあげないと原田さんが全く何もなくなるで。俺は別に自分で経費の利益出してゼロは赤字でもいいじゃん。だって儲かってんの、経費で出せるんだから。だからその原さんとは原さんは儲かればいいじゃん。うん、だから取り決めもあるから利益は出さなきゃいけないの。うん、別に赤字でもいい、経費で落とせばいいっていう感覚じゃないから。いや、
だって100万もこの感じで使わなくない？だって場所代とかスポンサーが全部出してくれるし。使うよ経費100万も。じゃあ使うの今回100万使うよ。そりゃ 100万使ってるスポンサーだからね。あ、そう100万使ってるんだ。じゃあ01は100万使ってるんで100万までいくか分かんないけど、もしいいでしょ。だから物使った方がいいよ経費もったいない。あのここでだって今年だってさ多分だけど、1億弱ぐらいいくんだよ。いかないいかない。そうしたらそれはいかない。4000あのもし税金ね、あの例えば経費とか1万弱そ1億はいかないよ。1億いくよ。待っていかない行くよ行く1億いくよ。いかないいかない1億いくよ。だから1億って経費使わなかったらあの5500万ぐらい税金取られるから、ね、だって僕先月100万だよ。あ、そうなの、まあ、それ知らないけど、うん、先月100万。じゃあ俺とあんま変わんないの。先月そうそうそうイベント出てないから、ね、100万ちょいだって機長もそうじゃない。イベント出ないと100先月やばいよ。100万ない。そんな稼いでる、うん、だから毎月1ヶ月の収入見たら億いくんじゃないかってよく言われるけど、いや億いくでしょ。鳴らしたらいかないって、うん、だけどやっぱ経費は使っといた方がいいよ、うん、そりゃそうですね、うん、で僕はそろそろありがとうございます。帰るの、はい、女いないよ大丈夫だよ。男で話語る、うん、酒飲んで、うん、なんか言ってたじゃん女芸はもうやめるって。やめました。やめてないよな。映画裏で女がやってんの。何女芸しかしてないよね。女芸。俺はなんかミータスとセックスしたの。あ、してます、してます。あ、したんですよ。1ヶ月。だからずっと行ってって誰したの？ミータソ。うん。ミータソ、ミヒロ。ミヒロね。終わり。ミヒロじゃない。2人だけ？絶対そうだろ。言ってない人はいっぱいいるけど。言ってない人言わないと。もう言えよ。言ってない人は言えない。もうここで言えよ。だって配信者もたくさんあるし。その暴露がプレゼントじゃん。それぐらいしてよ、たくま。ダメ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 。誰だよ。言えばいいじゃん。眉はやった？やってない。それ言えない人じゃん。言えない人じゃん。やってるじゃん。やってない。セフレでしょ、今も。眉とは。みなみちゃんは？やってない。付き合ったけどやってない。モテないってこと？モテないのかもしれない。モテるでしょ、かっこいいじゃん。顔はね一つぐらいカミングアウトしてもらってもいいけどね。一人ぐらい、一人でいいよ。でもね、やってみれば色恋でしか相手も上がんないんでしょ。だったら配信やめろ。そうですね、ゴミが。そうでしょ、一人の斧が魅力で。俺とかでゼロワンとかさ、政治とかまあやってるわけじゃん。お前はじゃあ女芸やめるってさ、はい、で結局ね、やめたところで相手も上がんないし、自分の配信者じゃ魅力ないんで働けよ。無理なの。じゃあお前が、じゃあ分かる、こいつが3年後5年後いると思う。絶対いないよ配信会に。いるはいるんじゃない？いないいない。マッチがあれば。いない。だってそんなやつな何人見てきたか。3年5年10年できるやついねえよ。収益が2ヶ月連続20万切ったらやめるとは言ってるんですよ配信を。やめろよ、切ってんだよ。先月は57です。何歳？いくつ？たくまでも57稼いでるんだ。これやめれないわフワッチ。すごいでしょ。ゴールドプラス？ゴルプラ。ああ、ゴルプラでもやっぱ50万稼げるからね。男リスナーさんやった方がいいよ。そんな甘い世界じゃない。だってこの人絶対あと1年後いないと思う、うん、俺よだ森田ダムスの大予言で多分1年後いない。1、2年後いない。やめてる。配信歴は先月でやっと1年ですよ。ああ、じゃあまだまだこれからだわ、うん、分かんないよ。いこれいや、だってよっさん俺のことノーマークだったでしょ、うん、でしょ。まあ確かにね。でしょ。で俺も200、300人ぐらいの時に、まあ、飛びだと思ってなんか、ね、よっさんにディスられて、色恋ばっかやってるんじゃん、色恋ばっか、うん、よっさんにずっとディスられて、お前のし上がるために色恋しかしてなかったから、うん、ディスってて、うん、そしたら俺より上に行っちゃって、春の方がいいかね、色恋で、うん、だからいいんだよそのままで、うん、中途半端ダメだよ。やるならとことんやらないと。配信に出し、女の子だけども色恋使えないんだよこの人。どうやっていくの？アツシみたいに。ゼロワンみたいに色恋だって。アツシ、あ、そうか。ブサイクな女とやるってこと？
で、アツシとか、うん、湧いてるじゃん。ああいう、ああいうのずっとやらないと。あ、そうだよ。かっこいいから、リサイクの女とか配信したら。うん。絶対面白いよね。だツナなんかと同棲、そうそう、ツナさんと同棲したらよかったんだよ。だからツナさん、したらツナ上がるじゃん。え、そのチャンスを逃したの？そうだよ。嘘でしょ、ツナさんと同棲しないんだもん。バディ同棲してバディになりました、絡んだ。中途半端でちょっとね、もっとガツガツいかないと。うん、綱と同棲してもう一人女呼んで両方やって本気にさせて、したら女同士のバトルが始まるでしょ。したら 毎日2000人よ。でリスナーにどっちか帰ってほしいって言うんだよ。さリスナーがどっちが帰れこっちが帰れって始まるでしょ。だから可愛い子だけじゃなくてブサイクと絡めばいいんだよ。可愛い子だからやっぱりアイテム上がんなくなるし、女芸っていうのはやっぱ惚れさせないとね。まず惚れさせるでしょ、うん、そしたらそこで戦うっていうより第二のね女を登場させるの、うん、で女同士のバトルは盛り上がるよ。そうやってやらないと。たくま違う。俺はもうなんかセックスして終わりだから。セックスしたら大体女って本気になるでしょ、うん、ね。で三田さんも切っちゃダメなんだよ。もう切ったらドラマが展開がないじゃん、ね、でもったいないよね。そう、せっかく口説いた女でしょ、残しといて同時進行しないと。同時進行したらこのちょっとうまくやらないと、うん、うまくで、そっから3人でコラボするの。うん、そしたらバチバチ始まるんで女同士でもさ、その色恋じゃなくて、そうなっちゃったけど色恋じゃなくて、じゃあそういう風にやって面白いと思う人、お金持ちの人がまた出てくるかもしれない。そっちの可能性にかけないと、多分もうあと1、2年後この感じでやってたら、たくまくんは無理だと思う。俺は配信って俺はやってたからね、うん、そっちの可能性にかけるぐらいのあれじゃないと、うん、だからルイージはね、うまかったよ、うん、ね、ルイージめっちゃすごかったよね。すごかったよ、ルイージさんは惜しい実際だったよ、うん、なんで A 版になっちゃったの、うん、女気うまかったよ、ルイージは。なんで A 版だったの。薬物系かな、確かに、うん、ああ類型もあるけど、そう自分で発言しちゃったからね、配信やってるって。ああ薬やってるって。そうそう、ああじゃあそれはダメかも、うん、今厳しいから、ね、厳しいからね、うん、で僕も詰めに行ったし、ね、わざわざ、うん、あそこは、うん、あそこ乗っかったことあるね、うん、乗っかったよ、うん、でも1年でしょ、まだまだこれからで可能性あるよ。イケメンだからね、かっこいいね。男でもかっこいいと思う、ちょっと。あらららら。そんなに？うん。男でもかっこいいと思う。予算イケメンランキングはよ、ふわっちの。イケメン？うん。イケメンランキング。でも最近は、うん、カネマンがかっこいい。カネマンかっこよくない？カネマンだの。赤ずの彼氏？あ、カネマンかっこいい。カネマン来る。カネマンかっこいい、ね。マイナーなとこ来たね、予算。カネマンさんはちょっと、いや男でもかっこいいと思う、カネマン。まあフワッチで言ったらアイドル系だよね、うん、ちょっと可愛い系じゃない。まあそう、うん、いやカネマンはだから女装配信の方は絶対ウッキーって言うんじゃん。ああ、あいつと同じぐらい結構いけると思うんだよね。ウッキーも可愛いからね、女装配信した方がいいよ、カネマン。うん、ウッキー可愛いじゃん。まあでも今は太郎をウッキーコヨくんじゃない、うん、うん、で、その下に機長さんとかタクマとかね、かっこいいから、うん、いると思うけどね。あんまかっこよくないよ、うん、機長さんもかっこいいと思うけどね。俺は人の好みあるからね。そういう感じじゃない。まあ雰囲気もあるからね、やっぱり、うん、おじさんでもやっぱちょっと可愛さはないとね、多少、うん、だからまあ政治がイケメンもいるし、俺でもいるからね、リスナーかっこいいという人ね、うん、うん、まあ好みだろう。デコルテですか、なんで愛しやってんの、ここにいろよって話よ。だからここで配信するのがやっぱ申し訳ないんでしょ。だったら来るね。そうだろ。なあ、なんだこいつ。なんだこいつまで天狗になりすぎだよ、こいつな。デコルテです、ブロックされてるんじゃん、誰かに、うん、デコルテですからブロックされてる。いやいや、養分入りなかった。あ、養分か。言ったらいいよさ、気になるんだったら養分クリックしちゃうんだったら。いいよ、いいよ別に。もうさ、
行こうよ。そういうの言うのいちいち言わないで。展開。展開いらないわ。ね、いらないよ展開。もうそんなクリックしちゃうんだから、見て、ヨーグンの放送今。ブロックされてる。いらないね、みんな見たよね、ヨーグンと。見たくない、だってもうそういうの多すぎない。誰々喧嘩して再会するっていうくだりずっとやってるでしょ。いい、それがふわっちでしょ。ふわっちつうか、まあ俺ら多いよね、うん、予算はまあ俺は全くやらないからが、うん、オワコになっちゃう。で昨日さ、機長さん、狛江と絶縁って本当ハトすごかったな。さっき電話かけてきた。仲直りしたの。なんで狛江と絶縁したの。俺が電話に出なかったから。どういうこと。出なかった。電話に出なかった。絶縁されるの狛江に勘違いして怒ってね。さっき電話かけてごめんなさいって。まあ、ちっちゃいなことでなるんだね。ちっちゃいことだね。ミータゾの鍵返しな。ここにあるんだけど。なんで鍵持ってる。なんで鍵持ってる。は繋がってる。いや、荷物とお金が返ってこなくて。それを返して。お金だに、ね、お金貸してんの、ミータゾ。3万円貸します。あ、3万円貸してる。3万円貸してるの、たくまが。帰ってきてないの。それ1月のやつで。あ、じゃあ持ってった方がいいよ。返せって。ダメだよそれ。返せって言って返してくれないの、うん、それ返せ。なんでそれ。ミータソは悪い。まだ余裕がないから。まだ余裕がない。あるだろミータソって。で荷物も送るってなったんだけど、うん、全然俺舐められるんだよ。富士山行ったりなんだりして。あのね、違うわ、うん、だってミータソからして関係を持ってたいんだよ。俺もそれを思ってて、うん、タクマとの関係をゼロにしたくないんだよ。元彼の時もそうで、元彼の荷物も元彼が返せって言ってんのに、うん、じゃあミータスはずっと家にある。ビッチだってこと。ビッチで、ゼロマンとやったの。やってない。やってる。だからやってるだって。おいどっちなんだよ。やってないよ。言った方がいいよ。ミータスは暴露するよ。うん、ちなみに言った方がいいよ。やってる。ゼロマンの家に泊まった後に俺ん家に泊まってる。完全クソデザビッチじゃねえか、ミータスは。うん、その日じゃない。ゼロワンとセックスしてその後会ってんだよ。またセックスしたんです。それセックスした。ほらどんだけビッチなんだよお前。ミータスよ、子供とかいるんだろ。もうちょっと落ち着けよバカが。でその後にコマイトやってるっていう。すごくない。あとコマイトもやってるんでしょ。タカシは。あ、タカシもやってる。どうなんだろう。でもずっと連絡取ってて1ヶ月ぐらい前から、ね、もうミータスはお前気持ち悪いんだよ。ボケやろ。たくまが情緒不安定にさしてるんじゃない。俺ともキスしたからね。そうなの。あきこママの店でミータソとキスしたんだよ。へぇ、クソビッチなんだよ。おいミータソ聞いてるか、お前見てんだよ。ミータソやばいね。富士山登山してる場合じゃねえんだって、ビッチが。すごいね、ミータソちゃんね。誰だろう、キスもセックスもすんだあいつが。やっぱさ、女配信者で有名になるには。そうだよ、パコパコしなきゃダメなのかな、ふわっちって。だって女って見ててもつまんないじゃん、トークもなくて。あ、だから来るとか、眉も、まあ、ゼロワンとセックスして、うん、ね、あの、今あるわけじゃん。うん、まあ、ゆまるは元から面白くなかったら伸びないんだからね。あいつは、ゆまるはクズすぎるよ。いや、クズすぎる。あいつは伸びないじゃん。確かにクズだったね。クルさんと眉さんは伸びてんのに、あ、ね、クルちゃんももう終わってるよ。いや、終わってないよ、クルちゃんもうダメだよ。100ある100、えつら。いや、もうちょっとクルちゃんももう、そう、寿命だよね、もうちょっと。まあでも、絡む相手がいなくなってるからね。やっぱそう、いろんな人とコラボとか。クルちゃんもしんどいんじゃない。まあかなりきついよね。だから、女はね、あの、男のサポートに回った方がいい。うん、俺はいつも、女は配信3年持たない。3年以上やってる女配信者っていなくない。で誰かと付き合って配信したらちょっと閲覧取れて勘違いしちゃうんだよ。うん、うん、そうだ。女はもう3年以上続かない。で眉もう限界来るよ。うん、だから眉は韓国行ってて、まあ面白かったけど、うん、また日本に帰ってきて閲覧は下がる、うん、まあね。だってツイッター出たもん。もう日本に帰ってきてこれからコラボしまくりますみたいな、うん、DM くださいって言ってたよな。言ってた。え、ツイッターで書いてた。眉と俺は一緒に海行くみたいな。え、眉と。え、いつ行くの。まだ日程はそんなに。眉はたくまとか弱いよね。俺今月の中旬に眉とデートする予定なんだけど、うん、
ほら。おい、てめえ、眉本気なのか。いや、僕は全然そういうの。違うの。もういいね、眉とか。俺は、7月中旬、眉とデートするんだよ。やっぱ、リナネコとか桃奈々さんみたいに、やっぱ、信念がないと、長続きしないと思うよ。桃奈々は、うん。でも、完全にデコルテ姉さんは、一人でもやるからね。ちょっとやっぱデコルテ姉さんがすごいんじゃない？まゆちゃんもやっぱ面白いけど、うん、いや、まゆは面白くねえ。まゆは面白くねえ。だって自分の、だってじゃあ日本に帰ってきたら閲覧下がる、うん、もうじわじわ下がり始めてんだよ今。いや、まあでもまゆは才能は俺あると思うけどね、うん、絡んであげたらいいじゃん、うん、俺は絡まないけどね、うん、言うたら教え子だから、うん、弟子なの、うん、配信してなかったからね、出会った頃。でも絡まないの？うん、絡まない、うん、これ、氷氷氷、温めが、うまいわ、うん、氷入れるし、はい、ないよ、ありがとう、氷ないじゃん。あ、こちら、俺デコルテ姉さんはニューハーフだと思ってた、最近は。デコルテ姉さんはでも秋がね、来そうな気もするけどね、うん、今はいいけど、うん、もんちゃんとかみたいになれそうだけどね。もんちゃんもちょっとね、落ちたもん。そう、うん、今、まあ、俺とね、ブームなんだから、絶頂期だったけど、うん、ブームなんだよ、うん、女なんていうのは続かないんだよ。限界来ると思うよ。男は限界来る。俺はね、女はね、やっぱ女は無理だよ。家でね、可愛くそうそうそうやるのが一番いいと思うよ。そう、あのアイドル配信が一番いいんだよ、うん、閲覧は求めちゃダメだよ、うん、女の子そっち系に行くとアンチも増えて、うん、もうどうにもなんなくなるからね。だから来るさが今そうじゃん、なんかそうなって、うん、だから前とかデコロテ姉さん追加数行った方がいいよ。あ、そう、追加数行った方がいい、うん、追加数行ってフワッチャーで追加するのは、うん、クリーンにやった方がいいよ。うん、フワッチャーちょっと違うから。あ、おっさんが面白い女の人誰だろう、じゃあ俺、うん、女の人か。つまんないは聞くけど、面白いとは言わない。女の人でいるかな。あ、でもカナダかな。カナダ、カナダ、うん、ね、ニコ生のカナダ、ニコ生のね、あいつはやっぱりその女捨ててやってるから配信を、なんかあの股間にこうピンピンってやってるから、うん、あのね、なんかそういうそういう系でしょ。だからやっぱカナタはやっぱ残ってるずっとね。可愛くないじゃん、可愛くないじゃん。いや可愛くなくてもいいじゃん。村まこさんは、村まこもゴミだゴミ村まこはゴミだあいつゴミしかないじゃん。あいつはだってニコ生でこの前町会議でね、うん、もうニコ生やってなかったんだよ全く、うんうん、で、ツイッチに移ってツイッチばっかやってて、うん、ニコ生の案件が来てオファー受けたじゃん、うん、そしたらそこでゲーム配信やってたんだよ、ね、そしたら人が一人とかしかいなかったんだよ。あれタイミングじゃない？いや違う違う、ずっとだったから。だからあいつはマジゴミで、タイミング、ね、もうあいつは終わったんだよ。おっさんって人のそういうとこ絶対見てるよ。見てるから、ね、俺はそれはディスるしかない、ディスるしかないから絶対見られたくないとこ。だって予算で、ふわっちの男でも基本つまんないなと思うじゃん、多分予算、予算から見ると、まあ そ, うだね、その中で誰が面白いと思う、男だったら。男、ふわっちで、うん、まあまあ面白いなって。基本も俺、僕もね、人の配信見ても別に面白くないもん、うん、でも男だ、俺デコルテ姉さんは面白いと。ああ、デコルテ姉さん、うん、面白いと、うん、火薬でしょ、やっぱ予算が面白いなと。ああ、そっか、でも火薬は面白いでしょ、うん、うん、ニコ生からしてる人はやっぱ火薬に行き着くんで。火薬は面白いね。あと善逸とかでしょ。善逸は面白くない。面白い時あるじゃん。いや、火薬の方が全然面白い。ああね、うん、ありがとう。あ、やっぱ火薬かな、うん、やっぱフラッチで男で面白いし。ほら、だから火薬さんの時代なんだよ。うん、だ俺は常に言う、もうゼロワンより火薬道が上かなっていうのは俺ちょっと思う。あ、ね、ちょ、終電があるんで、そろそろ帰る。家どこなの？家横浜ですね。タクシー帰れば儲かってるな。タクシーだと3万ぐらいかかってますね。いいよ、3万ぐらい。いいよ、あれ出せよ。駅まではタクシー呼んだら、うん、うん、さすがに。え、マリオは
あ、まだ帰ってきてない。いや、寝てる。あ、そう。マリオが一睡もしてないんでしょ。あ、そうなの。ね、昨日からずっとやってんでしょ、マリオって。あ、ゼロワンの誕生日と、はい、昨日からずっと、帰ってきてからずっと起きてるから多分、寝てないでしょ。で、疲れてるでしょ。横浜まで帰るのかな。帰ります。横浜で2時間ぐらいかかるでしょ。1時間ちょっとでしょ、うん、あ、そんなもんない。皆さんこっち来て。疲れ。よっさん、続いて。俺、岸尾行けよ。いいよ、おじさん。俺さっきずっといたもん。岸尾さん、おいで。岸尾、来いよ、うん、座ってるだけでいいから。誰待ちだもん、今、うん、さん、うん、もうまったりしよう、うん、みんな寝てるわ。もう安定の岸尾さん、座っといてもらう。いやいやいや、安定の岸尾。絶対返さないわけ。そうなんですよ。絶対返すの。来るよ。俺が来るって言ったら来るよ。向かってるの。元彼の、うん、荷物でさえ。セブンイレブンにいるって。送ってないんで。その時もまあ自分も。じゃあ何、その元彼ともまだ未練がある。あるんじゃないですかね。なんかあれば多分保険としてみたいな。やってんじゃないかなと思って。ミータスさんの見方変わるで。やばいな、元彼の荷物とかも返してないで、たくまの鍵も別にね、持ってていいみたいになってるわけで。もうどうするの、これ刺されるの。あなたがなんか最近さ待ってるんだね。なんか18歳の刺されたじゃん。なんかずっと待ってるね。最近あったじゃん、事件に。18歳の女の子が刺されて。誰に？江戸がストーカー。ストーカーや。ストーカーに。知らない？知らない。めちゃくちゃ有名な事件だよ。最近めっちゃニュースの報道されてる。それぐらいはやらない？いやー、そうですかね。これミータスを刺さない。俺んち知っちゃってるしなぁ。ミータスを刺してる。ストーカーで。俺んち来た時も歯ブラシを貸してくれとか、合掛け欲しいとか言って全部拒否したんですよ。あ、そうなんだ。そしたらこんな。で、たくまさん以外の男の人もまあここにいるけどね、不倫してて、天然ストレート。してないんじゃないの？してんだろ。ひどいわ、ミータスのマジで。でも、ちょっと前にもう配信で自分らは出さないし、もう切れたことにしようってなって、もう切れましたっていう配信をやってたのにもかかわらず、向こうが急に出し始めちゃって。ああ、そうだね。鍵を返してくれみたいな。鍵ももう返したし、服も荷物やら何やらもう全部終わりましたよ。でも 3万円貸してるんでしょ。3万円、まあ服もまだあれで。服、うん、だ3万円返してもらったんでしょ。そうです、ね、じゃあそれは持ってって返してくれ。そしたら次はなんか1ヶ月一緒に家にいたんだから、光熱費やら食費やらを今請求されるんじゃないけど、言い始めて。まず3万円から差し引きやっていう。でも、ほとんど外食で僕出してたんですよね、ここに。どうしたらいいの、セブンイレブンにいるって。買いに行かないといけない。いや、わかんないな。今日、ミータスは来ない。なんで来なかったの、ゼロワンダー。あと、野原ちゃんもなんで来なかったの。なんか野原ちゃんでなんかやったでしょ。やってないよ。いや俺ね、野原ちゃん好きなんで結構ね、会ってたんだよ。ガード固くていい女よ。野原やったでしょ。やってない、やってない。だってさ、私、男芸とかコラボとかしたくないって言いながら、ゼロワンと会ってたからね。俺に対して言ったの。もう絶対私そういうことしない人間だからとか言ってたのに、ゼロワンと売名してたから、野原。だから俺、野原と連絡取らんの、ムカついて。俺嘘ついた、嘘つかれた。気持ち悪い。よっさんファミリーだったっけ。違うでしょ、うん、だけど俺に嘘ついたことは間違いないじゃん。クソビッチがいる、野原。気持ち悪いんだって。嘘つきやがって俺。男芸は私ね、ゼロワンと誘い断ってるんだよとか言ってさ、ね、ゼロワンの家にいたから。
セックスしてゼロワンクソビッチの花気持ち悪いんだってね。でも あの時もミータソといましたからね。ミータソが提案したんだとか、サンピーしたんだよ。サンピー、ミータソと野原とゼロワンでサンピーこの家にしたんだ。気持ち悪いな。誰が話気持ち悪いんだ。話聞いてないんだけど。してないよ。ミータソもそうだよ。ずっと配信回ってるからね。気持ち悪いんだよ。ずっと俺に嘘つくんじゃねえよ野原。気持ち悪いな。でも、まあ、二度と絡むかボケが。配信外でゼロワンと邪魔になるかなって言って待ってたんだって。でも邪魔にならないから。ゼロワンと配信外で邪魔じゃないからね。本当、うん、来てくれる。ゼロワン何ミータソと配信外で父もんでた。誰が言ってそういうのして。そういうの知らないよそんな。え、父いや、やったの。やめてよタクマ。いや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 動画出てた。動画出てたし。え、そうじゃだって触ったよ。それを野原が撮ってたっていう。触ったっつうか気がついたらあったから触ったよ。おっぱいされて抱きついたの。うん、だからこう添い寝になってたから。添い寝になって抱きついて、うん、おっぱい触ってたんじゃない。動画になってんならそれは触ってるわ。触ったよ。それがどうしたタクマ。おっぱい触ってるからなんだよ。で、やってる可能性は、まあ、野原もいたんだね。賛否したんだろ野原と。野原配信してたんだね。配信してたんだね。どうやってエッチするの。ミュートとかでできんじゃねえか。ミュートでしてないよね。できないよあの状況は。見てる人は分かるよ。マリオもいるし、うん、ふざけんなよ。野原やってないよね。やる時間なんかなかったよね。あんなゴミいらねえやん。もう二度と絡むな。うん、嘘つきやがって俺。何がゼロワンとかさ男芸しないで。え、ね、誰が嘘つきが。あ、それで言ってたの野原が言ってた。あ、じゃあ俺嘘ついたんだ。だから俺はもう絡まない、うん、二度と絡まない。嘘つきはダメ。モンスター飲む。ああ、取る。あ、ついたんで。うん、ついたんで。うん、おめでとうございます。じゃあありがとう、たくん。お邪魔しました、うん、またね。また、うん、せいちゃん、もうあの、うさこ来るって言うから、うん、ちょっとあれないようにお願い。あ、いいよ、うん、あれ俺たち行こうかも。はい、ありがとうございます。うそが来るんでしょ。うん、俺たち そっちにいたらいいじゃん。いや、だけど、うん、ゼロワンに悪いじゃん。悪いとかないけど、別に俺たち、うん、嬉しいけど新宿行くよ、うん、養分か、養分伊藤に会いに行くか、秋子マームの店行くよ。あ、ごめん。この後なあ、貴重行くの。だって、うさこが来て俺たち邪魔するわけいかねえじゃん。ここにいてもしょうがない。二人きりにさせたいよね。二人きりうさこと。いやいやいや、ゼロは誕生日だよ、今日だって。そもそも誕生日で、ね、うさみんながいるのは、自分の好きな人がうさこが来てるんだって。俺たちがみんながいる、この隣の部屋にさ、全員でさ耳をこうねあのドアにつけてこうやってさ聞くわけにはいかないでしょ、うん、みんなが来るって分かってて来るから。もうじゃねえ、確かにね。パルパルね、うん、まあじゃあ行くか、新宿行って行きます。あ、まあゼロワンだってかわいそうじゃん、俺たち行ったらうさこと。正直ね、そうでしょ。邪魔だったら、うん、邪魔だよ。あとエマちゃんも一緒に来るから。そう、だからエマちゃんと気まずいじゃん。だから横にいたらいいじゃんって。いや、ダメだよ。だからエマちゃんとかいるって隣にいたらちょっと話しづらいじゃん。ちょっとニコニコしてるじゃん。いや、違う、俺はもう、嬉しそうじゃん。ゼロワンが誕生日、いや、嬉しそう。嬉しそうじゃん。俺はゼロワンをもう誕生日だから大事にしたいじゃん。まあね、うさこさんエマちゃんとお母さん来るわけだ。うさことエマちゃんが別に来ようとよっさんとかみんな来てくれてるから一緒だよ。いや、うん、ただ来てくれた人を悪く言わないでほしいからやめてねって言ってるだけよ俺、うん、だからうさこさんを大事に してあげた方がいいんだよ、うん、うさこに限らず俺たちは邪魔、お邪魔虫だから、もう来るんだったらそろそろね出てった方がいいと思う。お任せますよ、うん、よっさんに。そうでしょ。どうしますいや、新宿。え、あの、車で来てるの。俺と天然さん車2台ある。どっちが運転手。天然が運転手。あ、2台来てる。あ、じゃあ、うん、マリオはもう使えないから、もう今日の誕生日でも、うん、だからマリオは運転できないから天然か気象の車で行く、うん、行くんだったし任せますよ、うん、だってそれが最高の俺たちから誕生日プレゼントだよ。気を使ってるってこと。そうだよ。いやいや、ね、俺たちからの最高の誕生日だって。俺たちね、じゃあ誠司さんとか、うん、パルパルとか俺とか機長とかがいたらやっぱさ、ね、せっかく好きな人が来るわけじゃん、うさこっていう。
そこ邪魔はできないよ、俺たちは。ね、うん、まあレアはレアだからね。そう。言うて、まあ配信つけてもし一人やるんだったら来るんだろう。多分一人だったら出てくれんだよ、俺たちいなかったら。うさこちゃん見たい。うん、コメントしてんの、うさこさん。じゃあみんながね、見たいって言うんだよ。で、ゼロワン、たまには可愛い子とコラボしてってすごい最近言われるんだよ。うん、だからこう、でも最近は誰だこれ、そう、だから俺ミータソも結局野原も可愛いと思うけど、もうリスナーが満足しないんだよ。あ、そうか。もっと可愛い子、可愛い子っていう、まあ、明日のみ、あのミータソと野原だったらうさこの方が可愛いわ、絶対。うん、ミータソが俺の顔面偏差値、俺は一番可愛いと思ってるから、野原が中の中だったらうさこは、うん、まあ中の上ぐらい。いや、それはないよ。いや、中の上、好みのものやで。中の上ぐらい。クルちゃんより可愛くない。クルさんは上の中、あ、上の下だ。いや、それはちょっと予算の好みだからね。うさこより全然来るのは可愛い。まあ、押し付けないでいただきたいけどね。うん。本人いたよ、よさん。何が？野原さんいたよ。うん、いや、あんな嘘つきが、嘘つきが、なんでじゃあ俺に嘘ついたんだよ。だ、俺はもう絡むことはない。だからな、うさこさん来るんだったら俺たちはいらないでしょ。もう来るから、いたらいいやん。そっから考えたらいいやん。もう来るんだよ、今更だよ。いや、俺ね、多分来ないと思う。まだ来ない。俺、ね、来るよ。あの、もう今ちゃんの家族と、もうその、まあ3、4ヶ月来たけど、時間にルーズすぎる。本当にその待ち合わせの時間あるじゃん。待ち合わせ時間に2時間とか1時間ぐらい遅れてくるから。本当にあの家族は、もうなんか待ち合わせ時間どうしようどうしようとか言ってさ、もうなんか時間がどうしようどうしようって言って何も動いてないんだよ。エマちゃんのなんかサトルンルンっていうやつも言ってたけど、詳しいな。時間ルーズすぎる。もう時間ルーズすぎてやばいっすよ。そう、エマちゃん一家。ゼロは約束してんでしょ、本当は。いや、してないから、ね、来るって聞いてたけど、それ以上の約束はないよ。本当は約束してたんじゃないの。いや、来るっていうことは聞いてたよ、うん、知ってたけど、さすがにちょっと9時に配信を終わらすのはおかしいと思った。だから10時か11時ぐらい、いや、それは11時ぐらいに町田で会うよ。違う違う、それは誰でもいいっていう状況で、ツナとか来た時にまたツナが帰らない芸をやらないようにそうやって対策してるんで。いやいや、どうなるか分かんなかったよ。ツナはなんでこれ面白いじゃん。うん、えツナダメなんでしょ。別に来てもよかったけど、思ったより来なかったなって感じが。確かにね。うん、ツナでも次違う好きな人できたんじゃない。うん、知らないけど、もっとわちゃわちゃなる可能性もあったから。9時にしたんだ。うん、そうだよ。あ、そうか。偽り芸する人いるでしょ、帰りたくないとかね、酒飲んで、うん、その可能性。みんなでも今日みんな素直に帰ってったよ。うん、だ、平和だよね。使ってね。うん、だ、平和だよ。うん、だから予告してこないやつムカつくよ、ね。静かとかさ。あ、来るって言ってた。あ、言ってたよな。あ、そう。うん。あとは静か以外見ても。いや、わかんないけど、なんかツナ、まあ、ツナも、ツナもそうか。なんかレイバンのサングラス買うとか言ってたけど、口だけなんだって。うん、まあね、愛が伝わんない。そういう。いや、これね、普通に焦げてる。うん。だからやっぱ女とは別に絡まなくていいってことよ。男を大事にしてった方がいいってこと。ね、貴重さん。フワちゃんね。必要ないね、うん、いや、この人に言っても分かんない。分かるよ。この人は女を大事にしてんだから。え、男で女芸しないよ。女の人コラボしない。女芸しないのはだからあれでしょ、
あの女投げすると剥がれちゃうからでしょ、アイテム投げる。違う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 、また暴露されたで裏で色恋してたことを。まだまあ時間かかりそうだね、これ。そう、まあ、かかるっていうか、多分時間通り来ない。俺、迎えに行ってきていい？うん、逆に、うん、俺、酒飲んだわ。バカ。あ、ま、マリオに来た時、これ行こうか。うん、うん、え、どう、町田まで行くの、これから。あ、町田まで。あ、ジュース教えようか。それ、だいぶだいぶ早いじゃん。で駅でいいんじゃない。もう駅で、だってそれじゃあ俺がね、住所を教えたとしても嫌いじゃないから別に良くない。うん、個人情報漏洩。でも好きだから怖がっちゃってるわ。好きだから住所教えるよ。怖がってる。ゼロワンに迎えに行った方がいいんじゃない。いいよ、ゼロワン言えば。そうじゃあ俺、ゼロワンが機長に教えるわ、住所。うん、それどうせ町田らしい。あ、そうそう、帰るでしょ、町田まで。ちいさんは二次会そこのバーでやればいいんじゃないの。そこのバーで やりたいけど、だって店あいつら開けないでしょ、生物だから。そこでさ酒飲み出したら多分開けないと思う、あいつら。まあ連絡してる機長さんに。あ、近所のセブンにいるの。ダメか今、うさこちゃん。嘘でしょ。だから近くにいるけどセブンじゃなかった。違うの。え、うん、あ、もういるんだ。ああ俺たち出てこうぜ、もう、うん、近くにいるんだよ。え、誠治どこへ泊まんの。秘書の家決まってない、まだ。町田行きたい。もう展開次第では。あ、なんか、あ、え、いや、さあ、向こうの部屋行って。誰、じゃあ、俺、前ら、さあ、全員さあ、全員はちょっと、誠ちゃん行って、機長さんも。ああ、うん、ちょっと気まずいから。そう、じゃあ、全員全員なんで。じゃあ、いや、全員でしょ、さすがに。全員はちょっとやめて。全員でしょ。え、誠治さんいんの。え、機長は。え、どこ行くの。こっちじゃない。どうぞ、こっち。外に出るってこと。いや、こっち、こっち。あ、こっち、こっち行かない。お酒持って行く。うさこちゃん、ありがとう、えまちゃんも。うん、こっちおいで。あ、はじめまして、うん、どっちがうさこちゃんかな。あ、うさこちゃん、えまちゃん。あ、すごいわ。こんなんなんだ。うん、ごめんね、汚くて。いっぱい手作り作ってきた。手作りを作ってきた。ら、送れました。あ、ご飯を作ってきてくれたの。はい、ようだし、すいません、すいません。さっき配信できなかった。すごくない、サンドイッチだわ。あ、美味しそう。美味しそう。これじゃ食べてみる。サンドイッチとケーキ作って。ケーキも手作りなんだ。手作りで。ケーキも。すごいね。うん、そこ座りな。美味しそう。ここちゃん。ここは恥ずかしいか。座りな。こっち。いやせいちゃん、ちょっとこっち来てくんない。こっち行くか、俺。うんうん、申し訳ない、俺ちょっとダメなんだ。変な感じだもんね、なんかね、うん、ちょっとニヤニヤしちゃうから、うんうん、せいちゃん、ごめん、こっちよりも好きだ、うん、申し訳ない、ね、え、なんでせいちゃん、冷蔵庫行ってこよう。あ、すいません、ごめんなさい。サンドイッチ、これ2人で作ったってこと。そう、どっちも2人で。めちゃくちゃあるわ。せ
ニヤニヤは違うけど来るんだと思って、ね、うまそう、これスイカ、あ、キウイ、キウイね、はい、チーズケーキ、はい、そう、ありがとうね、レアチーズケーキ、あとプレゼント、プレゼントもいいの、ちょっと重くて持てないから、ちょっと待っていいですか、おい、はい、ちょっと待っていいですか、2人からかな、あ、美味しいこのケーキ、あー、本当ですか、うん、サンドイッチも美味しい、玉ねぎ入ってるわ、美味しい、ありがとうございます、お誕生日ありがとうございます、あ、ありがとうございます、すいません、遅くなってしまった、うん、すいません、すいません、ケーキ食べてあげない手についた、手についたやつペロって美味しかった、美味しかった、うん、手についちゃったからペロって、手には食べれないから、うんうん、美味しかったわ、いいですか、じゃあ開封します、おかしなこと、やっと花が来たわ、男臭かったわ、たね、やっと花が来た、臭くないこの家、大丈夫大丈夫、空気清浄機つけたから、うんうん、嘘でしょう、もうこれはせいちゃんちょっと問題に、やだわ、うわこれはもうあかんわ、あららららら、嘘でしょう、マジか、そういうことだよ、だからそういうことなんだ、そういうことなんだわ、そういうことなんだ、もう展開作ってくれてるわ、そういうことだわ、展開を、これはちょっともう配信で見せれないわ、そういうことか、そういうことだわな、中見てほしい、あ、中に入ってんだ、あ、いや、違う、こんな、こんな、うん、この中に入ってんの、好きだわ、そういうことだわな、見てほしい、うん、試練を乗り越えるってことだ、キモくらいじゃないんだよ、確かに、うん、じゃあナイス3000でしょ、ナイス3000でお願いします、ナイスは大丈夫です、すいません、ナイスは大丈夫です、ナイス3000でいきます、いやーすごいね、うん、見せてよ、うん、俺が欲しかったやつ、え、そう、欲しい欲しいって言ってたやつ、そうなんですか、リュックもらいました、あー、おめでとうございます、リュックなんか、なんか入ってるよね、なんかまだ中に入ってるってこと、入ってるんだよこれ、入ってんのよ、リュック欲しいって言ってたの、あのノースフェイスのやつが中に入ってんのよ、結構もうガタが来ててもらったやつなんだけど、最近リュック欲しいって言ってたんだよ、グレゴリーってどういうブランド、登山のやつ、ね、登山とかにやつ、うん、嬉しい、うん、あ、いいわ、いい、似合うわ、似合う、うん、中に何か入ってんのよ、いやー、いいね、で、デート券かなデート券、ホテル券かな、中入ってるの、うん、中も見ていいんですか、あ、はい、あの、結構入ってます、結構入ってる、楽しんでほしい、楽しんでほしい、配信外のがいい、今でいい、どちらも
上戸県かな。上戸県は好きだわ。抱き枕ではない。なんだろう、好きなんだよ。うん、どうやって開けるんだ。横から、横から上も入るし、下も入るんですけど、ここを取って、ここから、あ、そっから行けるね。ここから、ここなんで顔見たの今。いやいやいや、どこ、めっちゃ顔見るやん。こっち見ろよ。うん、すいません。なんでこっち見るんだよ。かわいいな。靴が入ってるとか、上にも入れるところがあって、下と上が開いて、ここの横から、ずっと顔見てる。今、こっから開ける、開けても何入ってる。味がめっちゃ開ける。こっち見なさいよ、こっち。こっちか、ここ。パイスラ見てない、大丈夫？パイスラ。開け方がわかりません。パイスラ見てるわ、これ。え、なんか、こっちは外すじゃん。ここじゃない？こっちから、下からか。パイスラ、ガン見です。ここやな、ここ。あ、こっから。ありがとう。すごいわ。あらららら、ら、すごいじゃない。まず、これは、あの、タオルだね。タオル。今朝ちゃんのタオル。これ、前、2年前にリアコツした時ももらった。うん、ちなみに。地味に付き合い長いんで。はい。で、これが、これなんてやつ？サーモスだね。サーモスの水筒ね。水筒。かわいい。で、これは除菌スプレー。除菌スプレー。除菌スプレー。汚いから、バイキンだからね、俺。で、これはギャツビーのやつ。ギャツビーね。もう一個なんか、体拭く用の、携帯とかも拭ける。携帯とかも拭けるやつ。どこでも使える。これかな。潔癖なんじゃない、やっぱね。うん、これも顔、体、手、拭けるやつね。うん、臭いからね、俺。受け付で臭いから、やっぱ、ね、あ、しかもワンって書いてあるわ。ゼロワンのワンじゃない。酒、お酒ちょっと。酒が流した。すいません。久しぶりですね。久しぶり。久しぶり。エモちゃん隣に座ってくれんの？いや、ここに座ってたんですよ、私は。あ、そうなんだ。物理的。俺が座ったから隣に座るわけじゃない。じゃあ、キッパがみたいな。いいけどね。はい、これ、まだあります。エモちゃん、酒作ってくれるの？いや、私ここもいろいろわかんない。あるでしょ。うん、触っていいもん。うん、あのね、氷が入ってるね。何段目か。氷が入ってる。お母さん外にいるでしょ、多分。ディーゼルだね。ディーゼルなんだ。これ誰が選んでくれたの、ちなみに。でも一緒に行ってるから。選んでくれたの、うん、ありがとう。選んでくれた。すごい嬉しいわ。トミーコだわ。これ服かな。ディーゼル。ディーゼルいいね。昔好きだったブランド。コップ。ああ、シャツね。このバラシャツね。こういうの欲しかったかも。こういうの着てほしいんだ、彼氏だったら。こういうの。うん。かわいい。これ着てデート行きたいんだね。ありがとうございます。ディズニーランド行ってきな、これで。ちょっと。デート行ってきな。チケット取ろうか。チケット。うん。大丈夫？で、まだあります。まだあるわ。まず冷蔵庫。氷が。あ、スリッパだ。スリッパ。なんかリュックが下に靴入るとこがあって。うん。あ、ディーゼルだね。わ、ちょっとおしゃれだわ。あ、いいじゃない。おしゃれ。大人っぽい。うん。いいかも。いいね。これでプール行ってきな、シュラクバートの、うん、いや、長く歩いたりするとき、うん、ありがとう。靴あった方がいいかな。プールデート行きな、これで。プールありがとうございます。エマちゃんもありがとう。ありがとうね、本当にありがとう。なんかすごい気持ちがこもってる。たくさん入ってる。ちゃんともうめっちゃ考えてくれたんだよね、リュックの中も。何が喜ぶんだろうね。なんかワクワクすごいした。手作りのサンドイッチ、ワクワク、ケーキが愛がこもってるわ、うん、みんなわかるでしょ、俺が好きなんだよ。好きって、うん、いい子ってわかるでしょ、うん、本当好きなんだよ俺は。付き合っちゃいなよ。
ね、応援してくれるでしょ、みんなね。本当に好きなんで、うん、配信休みな、もん付き合いな、もん大事にしな。ちょっと、いや、誠司さ ん、あの、自分が、なんか、付き合って配信休んでるじゃん、うん、配信休めてゼロ倍休んだ方がいいんだ。女を大事にするときは期間がいるんだ、絶対。まあ、確かにね、誠司さん、そうだもん。女のために配信休むのも愛だよ。本当、うん、休みなさい。早くしろよ。その間ゼロ倍休全部吸いちゃう、全部吸っちゃう、うん、なんでいつも行動が遅いんだ、お前は。やめてください、フランコーディー、やめてください、そういうの。あれ、座るとこある？ありません。ここ座る？いや、できねえんだよ。座る？いや、ここ座る。ここ座る？ほんと？うん、ないですか？ここ、ここ、じゃあ、何関係？そっち、座りな。え、じゃあ、お姉さんの、でもね、俺ね、エマちゃんに会えたから聞きたかったことあるんだけど。エマちゃんにさ、聞いたことあるんだけど、別れてさ、1ヶ月ぐらい、いや、1週間ぐらいスネオさんと付き合ってたじゃん。ちゃんと評価して、厳しい、うん、俺と1週間だって別れてから、別れて1週間でスネオさんと付き合ってたんだけど、うん、それは1週間だった。お前はなんで1週間、みんなも知ってる。俺別れて1週間でスネオさんと付き合ってたのは、やっぱ裏でやっぱスネオさんと付き合ってた。1週間じゃないから。1週間だった。そこで出会いがあったのかもしれないけど、1週間で別に付き合ってないから。いや、もう1週間だった。分かんない、あったのその日かもしれないけど、別にすぐ付き合わない。1週間だった。めっちゃ好きや。だって知らないじゃんよ、2人ずつ。めっちゃお姉ちゃんのこと好きやん。好きだったよ。だけど別れいきなり告げられたんだよ。ヨスさんがこうやって今みたいにお酒を飲んでね、手段を発揮する。いや、それなの知ってた、知ってた。いや、知らなかった、じゃ入ってないから。だってそれって俺の昔からも知ってたでしょ。全部そうだったでしょ。いや、私見てなかったんだ。何が見てなかっただよ。いや、見てなかった。俺は親の操り人形だと思う。付き合ってましたね、かっこいい。知ってたら付き合わなかったかなみたいな。知ってるでしょ、俺がどんな酒で人の悪口を知ってたって。いや、だって知らん、嫌いなんで。知らなかったよね。あ、見たことない。いやいや、だって別に付き合ってる酒飲んで配信してたじゃん、一緒。その時に初めて知ってた。あ、やべやったって思いましたけど。じゃあ、お酒を飲んでない状態しか知らなかった。ああ、そうなの。じゃあ、俺が。だってお酒飲んでなかったら、よっさんですごい大人だから。いや、俺ずっと酒は飲んで配信してた。え、その配信を知らなかった。10何年以上。よっさんと配信歴いくつ。12年。うさこさんよりない。うさこさんって8歳ぐらいでしたよ。そうです。見てたよ。でも見たことない。配信者じゃない時見てた。見たことない、私。おっさん知らなかった。見てなかったから、そういう面を知らなかったって。まあいいじゃないですか。会ってる時はよっさんほら結構ね、あのおとなしいし、まあ、どこのじゃあどこが俺好きな。ここ気まずい。うわ、どこが俺好きなの。だったっていうか、まあ、興味はあったし、あの私の中でそういう知らんの目は知らなかったから。よし、うまくいかなかった。スエちゃん走れない。俺が動かない。予算も走れないし。あ、分かんない。だから俺はね、なんかエマちゃんが好きになってくれたのがびっくりしたの、うん、だから付き合ったの。いろんな人にね、絶対付き合わないって言ったけど、エマちゃんが言ってくれたから付き合ったの。問いに行ってくれた。相乗り始まってます。これはこのテーマはいらない。大丈夫、シーズン2始まってるよね。気まずいよね、私が。才能に近いし。おいしいサンドイッチ。嬉しい。最近エマちゃん競馬当たってんの、なんか呼ばれたらしいじゃん。見たよ、なんかリスナーがいて、なんか競馬のなんかサロンかなんか、あの呼ばれたとか言って、競馬当たってる場所に。今に行くね。すごいじゃん。勝ってんの。最近私は馬券は買ってなくて。あ、馬券買ってない。予想してる。予想だけしてる。最近予算どうなんですか。俺ダメ。130万円お開きしているから。あと誰か結構ハメちゃんがイベントだから無料アイテム。ああ。パルに130万負けだから。なんかもうこの間ジェリー10万差だけどやる。どう、やらない。いいの。え、
春ちょっと配信。まあ年間、いや今年収支は。だ130万まで。そこそこ当たってる。プラスどうしたの？あ、プラスの時もあったよ。見てくれてんの結構流れてくツイッターなんかまとめてしてる俺こうやって外に出てることがだってあのコロナの時めっちゃ厳しかったじゃん、うん、ここで外出ていいのマスクつけるコロナの時はもう出ない、いやこんなで今ワンライブだから来てくれるかも信じられないパルちゃん優先でやらないと、うん、あんな厳しかったタコシはね後でやればいい、まあ、今いいんだそうそうそうもう今はいいあそうなワンライブだからここタコシやるんだったら外でやらないとあ、勝っちゃったわねえ、いつかかった去年の、うん、去年いつだっけ冬あ、かかっちゃったえ、じゃあお母さんもかかっちゃったみんなでそうでしょあそうワンライブなんだからパルちゃんやな徹底してもかかるんだねタコシは家帰ってやればいいんだよ外出ちゃった外でもなんかすごいやってたじゃんやってたけどダメだこれ何ですか炊飯器ですかこれ炊飯器ここで米食べるいやこれね誕生日プレゼントあー誕生日プレゼントいろんなとこ散乱してるから気をつけてね足元ねはい汚くてごめんねあいや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 気をつけます飛ばないようにうんすごっちょお母さん呼んだよ嘘座っちゃうわ呼ばないよ終わらないや俺ちょっと話してやだよなんで話すことないですよいやお世話になりましたやわけがわかる座っちゃうねキングの椅子にワッチキングの座りなこう憧れてたでしょ好きじゃないですよワンライブの社長のやつだからこれ好きだってご利益あるよ好きはずっと付き合うの座りなエマちゃんが付き合って、うん、ああご利益あるよこれ付き合った女王になれるよでずっとお家行ってた怖いすごい可愛いってほらすごいよキラコメが別れてから1週間か2週間ぐらいでスネオさんと付き合ってたから、うん、付き合って俺のこと嫌いになって付き合いスネオさんと裏で会って付き合ったのかないやいいと思いますけどマスクは取れないマスクは1週間か2週間で取れたか最後ちょっと怖い取れるよいや最初取って、うん、いや1ヶ月はないんだって俺その11月中に取れたかもしれない取れたかもうちょっと加工だよねいや加工してるちょっとフィルターついて自分で好きな加工を選んでいいまあ加工ついてる、うん、好きな具がそっちに行ったんだなマスク取ってちょっとほらやばいよーお願い取れだか取れだかこれだこれだすごいでかいなマリアはくれた加工つけていいから好きな加工ええやんええやんええやんいいなだから、うさこちゃんが撮ってくれたらいいんだ撮っても可愛いから、うん、マスク美人じゃないから普通に可愛いからうさこ、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 うさこ今メイク撮ってみてるなんでここでなんででみんな見たいからいいから、いいから何が言いたいのかなうさこが余分な座るなエマちゃんは撮ってくれたのいやいや、なんか早く、七夕、うさこさんは撮ってくれる七夕いや、王様どうしていやいやいや、絶対撮らないこんな怖いって聞かれたくないっすよいいからいいからこんなことないんだからねこんなのやったツーショット、うん、ちょっと何の空気なのマジで、うん、マスク取っても可愛いからね普通に僕手だけなマスクあれコロナになっちゃったら危ないからお母さんがうるさいほんとは2人撮りたい、ま、お母さんがうるさいいやいや普通にもう自分の意思で動いてるからあじゃあ撮ってこれなんやこれしたよ慣れてないかじゃうるさいこれしたよこれなんだよいやここからこうバレちゃうから顔の変化であこいつもそんな変わってるいやいや可愛いもんだって俺は知ってるから、ねうん、えすごい可愛い可愛いケーキ、うん、いいですねうん。うん嬉しい、幸せ、うん、ありがとう。うん、気まずい。来ると思わんかったわ。お似合い、うん、結婚します。あ、うん、ゼロにお世話になってたから、うん、なるほど。結婚します。あ、うん、やらず、俺お願いします。おめでとう、ありがとうございます。はい、これでしょ。すいません、ぜひ、ありがとうございます。あの、プロ意識がすごい。何の意識？ゼロワンが、うん、
ね、うさこに金落とすから来てくれた。またそういうこと。絶対そうでしょ。そうでしょ。いやいや、愛なんかあるわけで、ね、じゃあ付き合いよじゃん。今すぐ。そこらへんね。結婚するんだ。違う。付き合いよじゃん。今すぐじゃあ、じゃあ誕生日で付き合うって言えよ。言えねえだろ。何年経っても変わらない。言えねえだろ、これだろ、お前ら。だから来たんだろ。ね、あれね、いやそれを裏でやってるの、お母さん。よくないよ。お母さんがそこにいるから近く。お母さん見てるから。嫉妬がすごいです。すごい。もう2チャンネルのとこ、もう代表作みたいな人間。2チャンネル詰め込んだみたいな人間。なんでそういう子になっちゃったの？そう、なんでそういう子になっちゃったの？だって発信始めた当初はもっといい子だったじゃん。来てくれてありがとう。お前に裏切られたからだよ。いや、もっと前からやばいでしょ。で、私は。スネオさんとよ、別れてからよ、1週間に疲れてよ、こっちだってよ。ほら、また1週間で決めて。なあ、1週間だったよね。わかんない。みんな思ってる。1週間でなんでスネオさんと付き合うんだよ。付き合いましたとか別に出してないんだよね。あれはスネオさんが言ってる。いつまで経っても若いのはいいことだ。だから俺はなんかお母さん12時からパルパルやるんでね、ちょっと1回終わりますね皆さん、うん、はい、そういうことでした。誕生日会いい締めくくりになったんじゃないかなと。お邪魔します。ちょっと12時まで匂わせて何してるかはご想像にお任せします。じゃあここで一回お開きするんで。終わるの？終わります。もう、うん、やったほうがいい。いやもういつまでやりすぎても、これでパルちゃん多分出番だよ次。もう来る人多分いないんで。まあいないと思う。はい、でこの辺でもう あまり長々もうあれなんで、皆さんリスナーさん、たくさんのアイテムね、で普段の配信応援ありがとうございます。37歳も配信頑張ります。今ね来てくれた配信者にはもちろん感謝あるんですけど、何よりもリスナーさんに感謝しております。これからも頑張ります。はい、でパルも12時からやりたいっていうことなんで、はい、うん、逃げるかちょっと分かんないけど何かね、やってくれないんでお願いしても、うん、いいの？うん、やってくれるか？うん、垂れ流しだよ。助かる。あー、うん、申し訳。あ、大丈夫？大丈夫？大丈夫、今12時までやろ。12時まで。デイリー10万ポイントだった。メガホンもらうか？ちょっと顔…狙うか？そわそわ。メガホンよこせたら来るんじゃない？そわそわしてその、ゼロワンのリスナーの人も投げてくれるでしょ、アイテムで、メガホンが貯めてるやつ。あ、2800も、1万個もらえばいい。ありがとうございます、本当にいけるって。3000ナイス行こう、150で3000だから。ゼロワンが、デイリー取れないんだって、おかしくない？いや、イベント重なってますからね。いや、みんな出て、もうイベントはみんな重なってんじゃん、毎日。うん、ゼロワンイベント出てないからね。今日最終日だって。いや、違います、違います。もう帰っちゃったの。ん？山田さんたちは。あ、先行来たよ。あ、来たー。ゼロシュガーさん、うん、あれやす、先月もいっぱいもらったからね、メガホン。メガホンね、貯めてんだよね、うん、あのナイス96段でいいですか、3000円まで。体調に気をつけて。あー、Vちゃんもあれやす、本当にありがとうございます。これしょうがないよね、にやけちゃうのは。それは抑えれないよ。ニヤニヤしちゃうよ。あ、来た、ありがとうございます。リセちゃん、ありがとうございます。ねえ、これはね、やっぱ今までなかったしね、これ誕生日嬉しい。あ、せんこ、来てくれて、来てくれて嬉しいよ、本当に。うん、横にいるよね。だってさ、正直俺がいて来てくれて相当好きだよ、それは。だって俺がいるから絶対来ないっていう選択肢あるわけだ。まあ嫌かもしれない。そう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 。それで俺がいてゼロワンの誕生日に来てくれる、うん、すごいよね。だからすごいよ、うん、だから本当うさことは好きなのかもしれない。いや僕も好きですよ、ガチでね。そう、うん、あるよね。僕も好き。いや俺はない、ね、今話した感じ、今話した感じ。いやありそうな感じしたけど。いやどうだろう、俺まあでも結構目を見て話してる、うん、配信に映ってないとこで
俺山ちゃんの目を見て話したけど、誰がよっさん、まだもしかしたら俺としてるかもしれない。よっさんが、でも配信で映ってないとこで、よっさん、うん、俺のこと好きって言って、山ちゃんに聞いてた。あ、ほんと？うん。で、わかんない。でも、目を見てちゃんと話してくれるから、まっちゃん、俺さん言ってた。よっさんも5分しか横入れなかったから、やっぱ出てきたよ、うん、そしたら向こう行っちゃった。うん、よっさん身内で言ってたよ。身内で、うん、嘘、未練あるんだよ。うん、好きなんだよ。うん、いや、まあ、あの可愛いからね。うん、なんでだから、それで言うのやめてよ。もう、無理だと思う俺は。うん、まあ、酒癖が悪いやつ無理とかしたら、うん、可愛いよ。酒は切り外せないからね。うん、あと56ナイス、いつか3000まで、あと少しだ、5000に。あ、すまん、頑張ります。あれ、これ誰から見してるよ。ゆまるちゃん、うさこが、ありがとう、ゆまるちゃん。天然と仲良く今話してるよ。いいの許し。ゆまるちゃん、ありがとうございます。天然ストレートと仲良く話してる。え、天然ストレートと仲良く話してる、うさこ。大丈夫？だって、あきこママの時も横でね、たかしが一番喋ってたね。あ、そうなんだ。うん、だから会うんだよ、たかしと。なんでそんな顔してんの。すごい、嫉妬してんの分かんない、この顔。めっちゃ話してるよね。めっちゃ好きだろ、天然とうさこがめっちゃ話してる。ちょっと私に言っていい？ちょっと別にいいじゃん、話してるの。ずっと話してるよ、別にいいじゃん、男は。だからゼロワンと話すより楽しそうに話してくる。いやいや、配信外だからよ。だから俺も切りたかったの。ちょっと、もう寝たりしなくていいから、バレちゃった。あ、見られちゃった。配信映るってやっぱね、いろいろあるんだよ、いろいろあるの。あと20だね。これでまたゆわちゃんとかなるから、うん、もうやめよう、もうそれ、うん、可愛いからね、ほんとぶっちゃけ見たけど、実物すっごい可愛かった、びっくりして、ちっちゃくて、すっぴんだったらそうでもない、だからもう、なるよ、もうなんでそんなこと言うんですか。俺は見たこと、一言多いんだな。そうだよ、女の子だよ。だけどすっぴんはそんな可愛い、可愛いよ。だからもう振られるんですよ。モテないぞ、マジで。うん、モテる真逆のことやるからね、これダメだよ。俺はもう正直に言う。正直すぎるのも毒ですから。いいんだよ、それをリスナー求めてる。うん、見れないでしょ。で、うさこさんが化粧してしか配信しないんでしょ。よどみんな化粧する、身だしなみだから化粧するでしょ。だけど、そのうさこさん本当に可愛いのかってみんなが見るじゃん、うん、すっぴんでなんか配信なんかしてる女いないよ。確かに、でもみつさん可愛いじゃないですか。あ、すっぴんなの。すっぴんでも、いや、薄いけどね。そうだよ。へぇ、みつさんは全然可愛いよ、うさこより。一言多いんだわ。そうだね、俺はそう思うってね、思うだけだから、ね。俺は思うだけ。気になっちゃった。気になってるね。ちょいね、お母さんが、あ、そう。そしてない。46歳だ。そうなんだ。いや、別に俺は復縁とかしなくても。まだしたいんでしょ。いや、全然したくない。できたらしたいんでしょ。できるならしたいでしょ。でもできるんだったらしたいね。それだけど、それが無理だから、うん、俺はもう無理だからアンチになってるって。忘れてよういるやん、こういうやつ。うさこちゃんのすっぴーは多分俺しか見たことない。いや、あのね、復縁しよう。いや、あるよ、さ、ミスったかんわ。うん、やめろ、ほんと。よっさんも嘘しかつけへんで。いや、嘘じゃないよ。嘘しかつけへんで。嘘じゃないよ。正直になりなよ、もう。別は俺は別にさ、女に困ってない。困ってない。私は女に困ってない。困ってない、わかんないけど。パリちゃん、サンドイッチは。ああ、そうです、ね、ツナのやつもね、うん、いっぱい作ってくれる。おいしかったよ、うん、あ、手作りなんだ。手作りケーキもあるからね。あ、すごいね、うん、レアチーズケーキ。でもシチューが一番うまいよ。パルパルが、レアチー、パルパルの最高傑作でシチュー。ありがとうございます。超うまい。俺
俺のこと褒めてくれるからね。あ、パルのシチュー食べたい。あ、ほんと、うん、めっちゃうまいよ。焦げちゃった焦げちゃった焦げてるけど上の方は焦げてない。上の方茶色い。ちょっと、うん、めっちゃうまいよ。あと16ナイス3000だから。いやすいません、ほんともう長時間やっちゃった。もう申し訳ない。いや俺は絶対会いに行くと思ったから。ありがとうリスナーさん。町田に来たでしょ。だけど予想外れてるからもう予想しない方がいい。いやだけど予想絶対行くと思って9時で終わるとか。子供とか外れてるからで来るっつったら来るでしょ。嘘つかないから。うん。3000ナイス来た。あ、3000ナイスありがとうございます。3000ナイス。ありがとうございます。多分これはねいろんなリスナーさんをしてくれてるからありがとうございます。誕生日なんでね。すみません。誕生日だから今日は。うん。ありがとうございます。まあでも面白かったな個人的には。やっぱ自分のっていうのもあるけど面白かった。楽しかったな今日は。よかった、ありがとうみんな。隣の辺盛り上がってるわ。うん、キャッキャやってる。キャッキャ0万行ってきたら。いいですよ。最初にやる。0万。だってせっかく来てくれたら0万が楽しみたい。だから配信を終わろうかなと思った。いやいや、俺がやってやるよ。いいよ。だってせっかく来てくれたんだ。だからでも、これ、うさちゃん12時までやりますよ。俺がやるよ。なんかこっち来てよ、じゃあ。こんな後、閲覧4000とか行かないもん。一人やってても。4000の前に。K1 時行くだろ。行かない、行かない。K1 時。行かない。だって、まあ、G は3000、2000、2000とか、うん、4000でいかないもん、今日は。まあ誕生日だしね。ゼロはリスワン取れるって。いやもうリスワンとかどうでもいい。もうリスワンなんてどうでもいいんだから、うん、絶対取れる。せいじさんとかも毎回取れる、うん、俺なんかリスワンもう3ヶ月ぐらい取ってるから。お前リスワンだから、うん、リスワンじゃないからディスは俺取れないんけ。ディスはディスですぎて、みんなここにいるみんな取ってんのに俺は取れない。ディスは本当好きだね。やっぱ女がいるだけでコメント欄が変わるよね。誰々に取られる、誰々狙いとかさ。来てくれるじゃん。すごくない？エマちゃんすごいっすよ。うん、女は誰も来てくれなかった。本当だよ。デコルテ姉さんなんてあんなの霞んで見えるわ。霞んで、ね、まあね、俺はスペシャルエマちゃんの姉妹来てさ。俺はなんかデコルテ姉さん天狗が嫌いなの。いや俺の誘いを、うん、面白いね。まあ今なんか天狗になってんじゃん、うん、ブレイクして。パラちゃんいただきます。俺2、3回誘ったんだけど。誕生日ありがとう。断られた。サラちゃんありがとうね。それで許せない。天狗になってんじゃねえよって言って、うん、なってないですよ、また誘ってくださいねっつって。萌えかも嫉妬してるよ、パルに。あー、ほら、こっちの部屋やだよ、ちょっと俺。おっさん、おっさんじゃん、ここ。じゃあ向こう行けよ。どうなら生きてよ。キャピキャピしていいよ。布団の上に座ってるぞ、女が。布団の上に。そうで、天然と機長と話してる。機長は全然喋ってない。だから、たかしが機長は色恋があるから喋れねえんで。ここで言われちゃうから。実況してくれてるから。色恋で金上がってるから。下手できないってこと。下手できない。下手できない。だから誰も喋んねえ。機長は。本当は喋りたいっていう。機長喋るよ、じゃあお前は。なんで喋んねえんだよ。食べてねえだろ。まあこの中で一番機長さんかっこいいからな。確か、うん、すごいね、本当来てくれたんだね。はい、ゼロが見直しました、ボーン。ああ、まあ何百万と貢いでる。また始まるね。何百万とまた始まるね。貢いでるから来たんでしょ俺。ゼロがまた始まるわ。ゼロワンが一音見せたら来ねえよ、読んで。これでスネオさん来たら終わりだよ、もう。
や、スネオさん来てよ。来てよ。いや、これ来たら絶対面白いって、うん、終わりだよ、こんな展開的に。スネオさん来てください。お開きしよう、もうスネオさん来るって言ってたじゃないですか。お開き、住所送りましょうか、LINE で。お開きしよう。俺はここの住所で、あの018住所したらすぐ出てきたけど、スネオさんが来るって言ってたから勝ち込むみたいな。住所分かったら。うまいわ。おいしい。うん、もうお開きした。お開きでいいんじゃない。もう12時だから。あと、おのおのあるから。お開きすると、寝るワンはどうするの。寝るの、ここで。片付けとか、片付けしよう。あ、やるよ。プレゼントとか、あれやらないと。で、ツイートしたよね。あ、そうね。プレゼントまとめてね。そうそう、うん、え、うさちゃんは帰るの。これ帰るでしょ。帰るんだ。お母さん、お母さんいるんですか、外に。お母さん絶対いる。だって、二人で来てるわけでいいじゃん。お母さんが車で、あ、じゃあ多分どっかの駐車場とか止めてるんじゃん。長屋できないね。あ、そうそうそう、多分長屋できない。今見てると、お母さん。ちょっと配信内で、お母さんが AV 女優の畑の絵にめっちゃ似てる。誰畑の絵。誰だよ。めっちゃ可愛いんだよ。お母さん狙いでいいじゃん。誰だよ。そう、畑の絵。今日したお母さんでいいんじゃない。いや、お母さん嫌だ。エマちゃんがいい。エマちゃん。あ、エマちゃん。本音が出てるんだけど。お母さんだったらエマちゃんがいい。告白したらもうさ、今。で、知ってた。付き合って、なんで付き合ったらなんでもう一回告白するんだって。付き合ったら。いや、やり直したいって。やり直したいって。向こうが振ってるわけだよ、俺のこと。うん、これ振られるわ。酒癖悪いから。あんねそれ。モテないよ、それ。酒癖が悪いって振られた。これはモテないよ。ショックだったでしょ、それは。ね、ショックだったよ。俺、別れたくないって電話で言ったんだよ。だけど、なんか、別れたいとか言われてさ。別れたくないって電話したんすか。そう、言って電話して別れたくないよ。だけど、エマちゃんはもう無理って別れたいって言って、1週間後にスネオさんと付き合ってたんだ。うん、それまた3回くらい喋ってるけど。本当だよ、ループだよ、それ。ギリ間に合いました。ありがとう、まーちゃん。センキュー。何回喋るんだ、それ。いや、もう未練はあると思うよ。未練でしかないね。でも、久しぶりよさんって声かけられためっちゃ笑顔で。でも嫌がってなかったよ。まあまあ、そうですね。だってずっと俺こっちだけど、ずっと目を見て話してるの、エマちゃん。おお、うん、気が合うんじゃないですよ。分かんないけどね。いや、暑いわ。なんか暑い、めちゃくちゃ暑い、この部屋。冷房は効いてるけど、ガンガンつけてるけど、暑い。あっちも暑くなった、正直。くそ、うん、暑いよ。あさあちゃん、ありがとう。冷房効いてありがとうございます。まあね、もうみんなずっと付き合ってくれたからね。そりゃそうだよ。うん、申し訳なくなってくるよね。ちょ、時間が長ければ長いほど。12時でお開きでいいよ、うん、ね。やらないってこと。パルはよっさんがやるでしょ、さっき言ってたじゃん。あ、そうなの。うん、でよっさん今からやったら、うん、やらないよ。で、突撃してほしい、エマウサさんに。で、誰かがやるなら俺はパルにやってほしいから、うん、パルにお願いしたの。パルイベントなんだからやんないと、うん、なんせ弱気なの。そうだよ、イベントなんでやんねんだよ、うん、ちょっと違うね、配信タイガースやっぱ俺らは、うん、やりたがらないから。カエちゃんも俺らね、垂れ流しになっちゃう。垂れ流しでいいじゃん、うん。だから一人でやりたいんだよ、パルもカヤちゃんも基本的には。いや、そんなことないよ。でも、カヤクがかわいそうだった。ナイスありがとう。カヤク、だから、ワタキをゼロワンが出禁にしてるらこういうことは起こんなかった。わかんないからね、事情を。え、でも、それはカヤクが言われなかった。ワタキは NG ですって言われなかったの。いや、聞いてない。あ、じゃあ、それじゃあカヤクはですよ、うん、うん。あらかじめ聞いてたらそれ聞いてたら、だって絶対 NG だったでしょ、うん、ワタキ NG って。だからね、めっちゃ泣いてるよ、見たけど、うん、コンビニで見てるんだけど、うん、めっちゃ泣いてた。泣いてましたね。すげえ泣いてるな、ごめんなさいみたいな、うん、で、俺心配になっちゃって、うん、そこに迎えに行くよ、トライク後ろに乗って、ここに連れて行きたいだと、うん、そしたらもう帰る、帰るって。そしたら帰れます、うん、しっかりアイテム回収して、
やってたからね。うん、アイテムありがとうね。終わるね。めっちゃアイテムば、うん、上がってた。うん、泣きながら交通費稼いでた。しっかりしてるわ、かやくさんは。あれ声なくなったのとなるよ。え、まさか喋り声がない。手回してんじゃねえだろうな。いやいやいや、そっちに行きます。手回、何も声聞こえなかった、ね、何も声聞こえない、これ手間。ゆうさん、確認いいですか、ちょっと。うん、失礼わけない。失礼わけないな。まあ、小声で話してる。小声で、うん、手間はしてない。遅くなりましたが、あー、ハート花火ありやすい。ありがとう、ありがとうね。デイリーでデイリー1位なの？こだわりがないからね。デイリー1位になったんだ。誕生日はデイリー1位にならないと。あ、なるでしょ。ゼロワンがなかったら誰がデイリー1位なんだよ。いや、もう一人ね、誕生日かぶってるんですよ。あ、そうなの？誰？女の子が。女はゴミだろ。いや、譲ってあげよう。うん、今。いや、じゃあ、名前よ。マリア、誰知らねえよ、お前。閲覧行くぞ、じゃあ、お前。3万ポイントしかない、差が。なあ、マリア、誰だよ、お前。でも、可愛いっすよ。可愛い。どれ？見せて。今、あ、好きそうです。あ、守護霊さん。あ、でも可愛いね。誰か、ちょっと可愛い。でもこれ、美顔機能使ってるから。まあまあね、ここは。あ、でもファンタスティカ連打で上がってる。あー、で、狙ってるから。やばい、ちょっと待って。ゼロが大丈夫、これ。取らしてあげたらいいじゃん。ダメだって。いいよ、俺。誕生日だよ。こだわりないもん。誕生日にデイリー。デイリー3000円だよ。うん、こだわったことない。でかいよ、デイリーランキング1位だったら3000円手に入るんだよ。3000円大事でしょ、だって。マリアさんに取ってもらおう。マリアさんに3000円取らせたらダメだって。いいよ、ゼロワンが3000円取るべきだって。いや、マリアさんにね、取ってもらおう。ダメだよ、頑張ってるんだから。あ、それでいいじゃん。ちょ、メガホンお願いします。ほんとメガホンメガホン、ほんとにもう時間ないから。あ、何分レジ？あと9分ですね。頼むぞ、メガホン。メガホン、メガホンしかない。よそ、ファンタ。俺が？ちょっと待って、ファンタ投げてよ、さ。よそ、ファンタ。いつも言うじゃん、ファンタ投げろって。よそ、ファンタ投げてよ。いや、俺だって、ドラゴンクエスト3と1万円あげて。いや、ファンタもらったことない。パルもあるでしょ。で、セージもあるでしょ。養分もあるじゃん。ナイスやってるとき。俺だけ、ゼロリス来るな、いらねえよ、お前のナイスは、つって、ボロボロ、ボロカスに叩かれてたもん。俺、おっさんにもらったことないよ、今まで。一度もない。携帯用して、おっさん。あります、これ。あ、いい？おっさんに。いいだ、じゃあ、何一番だけど。花火でいいの？あ、なんでも、これは光栄ですけど。もらったことない。これ、あの、もう一個ある、携帯どっか。携帯どっかあるでしょ。もらったことない。あ、俺のその下。あ、これか。いいですか？いや、初ワンタ。男見せるよ、おっさん。いや、ファン、だって、俺がファンタあげても、どうせ、この、なんだっけ、名前なんだっけ、アスカだっけ、マリア。マリアに勝てないじゃん。勝てると思うよ、うん、俺がファンタ投げて、うん、全然投げてくれないじゃん、みんな。いや、したらさすがに勝てると。だ、どのアイテムか、ケーキか。あ、やばい、ちょっと待って、充電切れてこれ。嘘でしょ。充電切れ系じゃないの、それ。マリちゃん、ありがとう。充電切れてるわ。間に合うか。いや、わかんない。締め切り系間に合わなかったら狙った方がいいの？間に合わなかったら、うん、狙った方がいいの、これ。結構離れちゃったな。離れちゃった。うん、じゃあもうやんなくていいじゃん。いやいやいや、誰も無理でしょ。誰もメガホン投げないじゃん。メガホンも相手。いや、飛んでます、飛んでますよ。11万。11万ね。10万さ。おい、うさこ、ちょっと今すぐゼロワンにファンタ投げろ。いいよ、巻き込む。いいのか、2位になっていいのか。マリアに負けて俺も投げるぞ、今から。あ、キョンさん。あ、キョンさん来た。ありがとうございます、きょんちゃん。いつもありがとう。あ、締めなくていいか、これ。あ、やっぱりいいです。投げろよ、早く。来たんだから。俺も投げるぞ、今から、ファンク。ああ、タッカー。エイマとかもうさく投げるぞ。恫喝の森。まだ投げないの、来て。俺は投げるよ、じゃあ来て。ちなみに、エイマちゃん。やっぱやめようかな。いやいやいや。いや、だって、もう勝てない。いやいや、誰も投げてないよ。
飛んでます。マリアに勝ちたいみたいな。意気込みが感じられないよ、これ。マリアに勝ちたいみたいな。メガホン今飛んでますね。飛んでて何個飛んだんだよ。今1個じゃねえかよ、お前。いや、100個飛んでまして、100個。マリアで絶対負けるんだって、この後。160個ありがとう、はい、160個え、でもあの まだ投げないと負けちゃうから、ファンタの森来るか、あと6分、ファンタが飛びまくってる、よかったね、マリアマリアに鉄ラン入れてね、マリアに投げるかも、天然お前投げろよ早く、天然あよっさ投げろ、俺も投げる、お前も投げる、ウソンきったー、やっさー、ケーキー、やっちゃー、センキュー、あれちょっと待って、俺のモバイルバッテリーがなくて、嘘、あ、コツ使いますよ、仙台は、え、俺のモバイルバッテリーなくなってる、席がやばい、誰か盗まれた、モバイルバッテリー、泥棒来た、おい、機長お前投げるだよ、早くおめえが投げるだよ、俺も投げるんだよ、俺も投げるんだよ、おめえも投げるよ、早く投げるよ、いや、いいよ、いいよ、いいよ、俺、モバイルバッテリーないんだって、貸してたり間に合わないやつじゃん、線があればそこありがとうございます、ありがとうございます、どう、あっただ、ここにあったわ、バカ、あー普通に隣にあるじゃん、メガホンありがとう、わー来た、メガホンありがとう、いいよ、何のファンタがいい、いや機長さんいいよ、大丈夫、うん、十分十分、まあ機長は7万円の空気清浄機、ね、昨日ももらってるしね、でエマちゃんも投げてくれたケーキ、大丈夫よ、あエマちゃんにも投げてくれたんだ、機長は同じ町田積みだからね、あ近いね、エマちゃんに俺がケーキ投げてもらったの、昨日誕生日、あそうなんだ、あガーコちゃんありがとう、5000円、今月ラストね、ありがとうガーちゃん、ジャックポットすれば、ジャックポットってジュエリーやれるのか、換算されるのか、12万だね、あと12万ポイント、12万かいける、1万、パルパル投げないの、俺はちょっと、え、まあ、開けたんでプレゼント、みんなプレゼント開けてるの、大当たり、え、大当たりやばいのこれ、いや1600円追加でかい、5000円、5000点とかで、ありがとうございます、ファンタスティックすごいよ、これ充電できないこれ、あと4万、まだまだ間に合うから、間に合わないもん、うん、ごめん0万、うん、うん、大丈夫っすよ、俺、うん、ファンタ 3回ぐらい投げようと思ったんだけど、あ990円、ほんとほんと、ゼロさん充電ができたらって、充電ができたら100個あります、いや、ほんと充電できてないんだよ、今、知ってる、追いつけるこれで、いいじゃん、俺金払うよ16000円払って投げてるじゃん、もじゃあ、俺いいよ、俺嘘じゃないから、ほんとよっさん、嘘つきって言うけどな、いいよ、じゃあ、お前やれよ、じゃあ、はい、え、16000円、財布がないんだよ嘘つきやわ、ね、財布がないんだよ嘘つきやわ、あ、あった、財布、ちょっと待って、せいさんね、え、誰が泣けんじゃん、俺の代わりに、うわー、たかし、いいんすか、水も、いいね、これたかし、お前いくらだけだよ、お前、これありがとう、うわ、これ、アマドカ、これ5000円、嬉しいだよね、俺に買ったら、マリアちゃんがね、1万円じゃないの、1万5000円、1万5000円、みんなのため、グッピーちゃん、グッピーちゃんもありやす、いや、これ、ちょ、俺1万円投げて、誰だ、アイテムらしく来ちゃったわ、これ1万円、ろうそくもメガホン200個、俺の気持ちだから1万円投げてじゃあ、たたらんすよ、いやいや、たらんすよ、じゃあ1万でいいんだよ、たたらんのすよ、1万じゃあ、買えない、うん、2万、2万の OK、 あ、買うじゃん、2万、あと6万、絶対10倍出せよ、6万差だ、6万差、ジャックポットする、あ、6万差、2万出すからじゃあ、はい、これね、じゃあ、よっさんから、よっさんからっつって、おめでとうってありがとう、俺ちょっと充電がほら、今やっとできたけど、もう無理でしょ、時間がやばいんですよ、5000円ないというね、あ、5000円、うわー、貴重さんもこれ追いついちゃうな、これゼリー5000円、4回、マリアちゃんかわいそうかな、これラストパルもいいの、金かかるわ、俺も5000円、いいんですか、パルパルさんも、まあ、ありがとう、5000円、4個、誰だこれ、お王さんもいいんですか、あと2分だ、大当たり出してね、バラ投げでいくか、一発でどっち、あ、2分ね、バラ投げで、バラ投げで、バラ投げで一発で、あ、せいちゃんもー、せいちゃんもよっさんからってバラ投げしてる、2万5千じゃん、せいちゃん、いやー、ありやすい、これでよっさんから、あ、全部よっさんからバラ投げで、すごいことなってきた、じゃこれ、大当たりが来たら熱いじゃん、4個で、4個で、あと、終わりで、本当に、ありがとうございます、リーちゃん、
やばいやばい、これ反映されないけど、よっさんから、よっさんから、よっさんからもうちょっとちょうだい。よっさんが俺4個なあが4個、4個 2万あげたから、2万、2万もくれるの。2万、たかし間に合わない、あと1分しかない、頼む、早く早く、もうたかし全部あげて、あと2万差、あと2万差、みんな行ってで、もう行っちゃうこれ、うん、あと2万差どっちだ、あと30秒くらいよ、倍は、大当たり出た、大当たり出た、当たりは、あ、出た、わあ、これで予算から1万円をいただきました、あれなんです、大当たり、でも2発いったから、あと2発、2発もいったの、まあ2発は、予算ついてないよな、予算もありがとう、やっぱこれ返して、いや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 、みんなありがとうね、投げ損、お前金持ってんだろ、返せないっすよ、あ、1位になっちゃった、1位になっちゃった、1位まくった、みんなまくった、みんなまくった、鬼のまくり、12万ポイント差だったもんね、まくっちゃった、俺の2万が放送したよ、あと5秒、あと5秒、2万をまくった、もう来たよ、デイリー通っちゃった、俺2万出した甲斐があったよ、あら、なった、12時どうなった、天然20万ぐらいいった、20万どうなった、これ返してよ、いやいや、1分経たないと分かんないよね、これ返すよ、あれ取られてるか、え、負けてる、え、嘘だろ、嘘でしょ、こんなみんな頑張ったんだよ何万も課金して負けてるよ、嘘でしょ、負け、金返せよ、ちょっと返してくれよ、金返してよ、ちょっとごめんなさい、意味ないじゃん、2位じゃ、ちょっと負けてますよ、嘘でしょ、ゼロ番に勝つやつがいるの、だからもっと早くやらないと、残り5分からやっちゃった、5分でみんな出したじゃんかね、え、さあどれぐらいだったの、あ、審議だった、まあ審議、審議なってる、まだまだまだ今クルクルしてる、審議なってる、うん、今これ状態だからグレーで、嘘、すいません、シャちゃんもありがとう、これなら返してよ、いや返してよ、ほんとに10万くらい返さないといけないよ、こんだけ返さなきゃ、返してよ、ほんと負けたら、あれ来た、いや、こんな時間に俺警察だと思う、誰、ミニアさん、あ、ミニアさんね、来るってた、ミニアさん、ミニアさん遅いよ、うん、ちょっとパルやっていい、垂れ流しになるよ、うん、もう終わるから、皆さんありがとうございました、ありがとう、みんな、ちょっと待って、エマちゃんとウサちゃんがこの部屋から消えてて帰ったの、嘘、うん、いないんだけど、ここにいるじゃん、あ、後ろにいるよ、あ、いる、うん、デイリーの確認はできてる、嘘、なんで来ないの早く、いや、仕事9時までだよ、仕事だったんですよ、まあ、仕事からわざわざ、みなさん聞いてくれた、はい、はい、あ、少ないけど、はい、誕生日ゼロね、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、みなさん、スパークもお願いします、お願いします、わざわざ遠方からもらいました、天城府、ありがとうございます、天城府3枚目いただきました、ちょっと、すぐ帰るけどさ、はい、今、草加市、ひょう降ってるって、あ、そうなんですね、あ、そんな降ってる、ちょっと、はい、飲んでください、今日降ってんの、今でも雷になってますからね、あ、そうなんだ、ガンガン帰らなくてよかったんですよ、まあ、確かに、まあ、危ない、めちゃくちゃ降ってる、骨折してるのか、ちなみにしてる、あ、そう、大丈夫なのか、俺のせい、なんかいい、その話題はやめようよ、だから俺もコルセを外してきたんだから、ニーカーでー、俺が殴った時に、マリアちゃんおめでとう、いただきます、うれしい、マリアちゃんおめでとう、いいね、金返せよ、いくら一人金返すか、5万ポイント差だったから、いくら使った、惜しすぎる、うん、5万さ、返金事件、誰だよマリアって、気ぃ使うよな、2位でも全然悔しくない、ラッチの王だぞ、マリアちゃんも誕生日だから、ね、知らねえよもう、どっこいどっこい、閲覧いくつだよ、閲覧5とかだろお前、マリア5で勝ったらすごいけど、ね、逆にだから5でしょ、一回終わりますね、5とか10だろマリア、閲覧さんありがとうございました、ふざけんなよお前、次はパルの枠かな、まあ、配信あるかわかりませんが、なんかプラチナプラス終わります、プラチナプラスイライラリすんだよこいつみたいに、明日じゃねえみんな、うん、マリアてめえよ、お疲れ様でした、ありがとう、もう切るで。